はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ということでね、キコのチャンネル水曜鶴見&東大阪店10スキル配信、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、世間はね、今日クリスマスというのに、この、キコの鶴見店の方では、はい、渋いね、剣道配信ですよ今日は。まあね、はい、まあ、元来男性というのは、はい、強くないといけないんですよ。おうおうおう、はい、ほうね。まあ蓋を開けてみれば、今やね、装飾、何でしたっけ、装飾男子ですか。装飾系男子ね、はい、はい、ね、装飾ばっかり増えて、はい、やれクリスマスプレゼントや、やれケーキや、なんやかんや言うてね、はい、どうですか。いや、どうですか皆さん、ね、一点ね、原点戻って強い男目指しませんか、我々と一緒にっていうことですよ。そうですね、うん、そうですねって言ったけどそうですねって、あ、そうなんですか、はい、あ、なるほど、ということで、ね、まあね、そのついでにね、はい、まあ、前回のリベンジを、はいはい、上司であるにもかかわらず部下にボコボコにされるというね、地獄のような惨状、はい、ね、先週じゃない、前回のね、剣道配信では、はい、はい、でリベンジ、はい、しに来たんですよね今日は。そうですね、はい、佐藤の五段に引導をプレゼントする配信ということで、はい、まあ、これクリスマスとかかってるわけですよね。はい、はい、ということで、今回はクリスマスだけに、この佐藤の五段さんに、引導を渡すというね、はい、配信になっておりますので、はい、ぜひね、久々の、剣道配信第2弾、はい、お楽しみいただければと思いますので、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ただね、はい、私もバカじゃないんですよ、はい、あれから、まあ、1ヶ月ほど経過して、はい、血へどを吐くようなね、はい、訓練はしましたよ。誰が。私がです。血へどを吐くような訓練。あ、もうさっきもそこで吐いてきましたよもうそんぐらいもうギリ、もう寸前まで、もう剣道、うん、そうです。へ、ただね、でもね、さすがに5段相手になると、はい、4段までやったらいけると思うんですよね、軽くパクッと。ああ、なるほど。パクッパカーンっていけるんですけど、さすがに5段まで行くと無理なんですよ。ああ、そうですか。はい、ちょっと4段と5段には大きな差があると。もうすごいですね、超えられない壁があるんですね。なるほど。だから私は考えました、はい、2対1なら勝てんじゃねっていうめっちゃ振ってる、めっちゃ振ってる、はい、すいません、市内確かめてる方、ちょっと軽く自己紹介していただいてよろしいですか。私ですか。はい、マーシーです。2回目の登場、覚えてる方いらっしゃいますかね。おそらく誰の記憶にもないという。すいません、俺も含めて、皆さんあんまりご存じないみたいですが、2回目の登場ですか。はい、実は一度秋ぐらいに。誰だって言われた、はい、前回何打たれたとか、誰、わらわらわらって言われてますけど、前回は乾さんに似てる、はてなはてな誰も覚えてないオッケー、とりあえずマーシー集合や。ああ、誰も覚えてない。はい、マーシー集合。はいはいはい、誰って言われてますけど、はい、覚えてないですかね。秋の味覚祭のくっついていただいたりです。秋の味覚祭の時ですね。あ、秋の味覚。はい、あ、なんか焼き芋食ったりした時ですか。はい、忘れたってやつですけど。まあそうなんですよ。まあとりあえずね、2対1っつっても、はい、素人を連れてきてもしょうがないんで、はい、はい、東大阪で、はい、東大阪の気候なんで一番強そうなやつ、お、なるほど、一番強そうなやつ貸してくれと、なるほど、言った際に、チケットで、はい、マーシーが、はい、顔が怖いという理由で、はい、やってきましたので一番顔が怖いということでね、はい、はい、このマーシーさんが本日助っ人ということで、いや確かにね、こう一瞬ね、こわもてですけれども、はいはい、焼き芋より存在感なのかとかね、言うんですけどね、はい、まあ、そのね、今日は、マーシーさんを助っ人ということで、はい、佐藤の五段さんを、見事2対1で撃破するという、はい、もう八つ咲きにしますっていうね、卑怯な手口をこう狙ってくる、ね、バロン木村ということで、はい、まあ、木村さんの考えそうなことですけどもね、佐藤さんどうですかこれ2対1、2対1さすがにちょっとやばいんじゃないですか。いやー、そうですね、はい、やっぱりちょっと東大阪の、はい、はい、でちょっと最強と言われてる、はいはい、マシーさん、はい、なんでね、はい、まあ、ちょっと木村氏にはちょっとね、まあ、置いといて、置いといて、はい、まあ、東大阪のね、なるほど、はい、あれなんで、ちょっとね、でさらに2対1ってなると、はい、多分全然大丈夫ですね。なるほど、はい、全然大丈夫大丈夫です、ね、まあ、木村さんが どうせポンコツなんで、まあ、マーシーさんの実力は未知数だけども、まあ、大丈夫じゃないかと。そうですね、いうことですかね、はい、じゃあ、まあ、はい、ちょっとそのじゃあ企画入る前にデモやります。前回と前回といきなり、はい、いや、はい、私もね、何も用意なしで来たわけじゃないですから。え、
本当に言ってんですか、はい、どんだけレベルアップしたかを、はい、見比べてください。なるほどなるほど。前回覚えてらっしゃる方いますかね、はい、はい、前回と見比べてください。なるほど、はい、じゃあ早速まずはデモパーンって、はい、デモ剣道ね、パーン、はい、パーンってやる、はい、もういきましょうね、はい、はい、さあじゃあ軽くねデモやから、はい、まずはね、はい、え、いや大丈夫ですか、お願いします、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあいきます、はい、うん、やめ腰、ああ帰ってきた、ああこんな感じ、いやもう軽くで、ね、軽くで、ね、デモなんで、はい、デモなんで軽くや、デモを強調する木村、でもちょっとね前に比べたら隙がなくなってます、本当ね、はい、本当、ほら気持ち隙がない、ほらこういうことなんですよ、本当、ほらあれちょっと、ビビ完全にビビってますけど、ね、はい、いやいやいや、え、前回同様って言ったじゃん、はい。前回面狙ってきたよ今固定狙いに行きましたけど、ね、あれほど前回面やっ、はい、前回と一緒って、はい、でも強調しすぎてます、はいはい、何も変わらないって、いやまあ今のはね、はい、私が前回同様って言ったことによって、はい、まあ、前回同様プラスデモということで、はい、もう確実に面やろうなと、なるほど、はい、思ったんですけど、この男の汚いところが出ましたね。いやいや汚いっていうかね皆さん私のことをね汚い汚いと言いますけど、勝手に自分が面だと思い込んでただけで別に面とは言ってないからね。いや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 、はい、まあ、これ2対1以上の汚さはあるんじゃないですかそれは、はい、そう、いやいや2対1の方が汚いだろ、すごい今被害者意識がすごいんですけど、2対1の方が明らか汚いだろうって。いやいやいや、マーシーさんも普通にうんうんとか言ってるけど、ちょっとよく言ってマーシーやってみてくださいよ。僕は強すぎて防具をつけてないですからね本当だ、腹どうもつけてないですよね、はいはい、もう強すぎて、はい、つけ方がわからないなるほどなるほど、もう強すぎてね、もうダブルですよ、なるほど、はい、マーシーさん剣道の経験は全くないですけど、ないですけど、東大阪最強で来てるんで、なるほど、はい、背中だけは切らせないように、なるほど、はい、ね、どんな時も前向きに行くという感じですかね、わ、はい、かりました、これでも行くんですか、いきなり、そうですね、はい、まあ、一応マーシーの紹介でいきますと、はい、ドラえもん店長が、はい、真剣を持たせたら最強と歌ってますからね真剣を持たせたら最強、はい、あ、なるほど、日本にいるのがもったいない男ですね、なるほど、はい、物を持たすとね危険な男という感じですかね、はい、なんせ一番顔怖いですしね、まあ、そこだけで呼ばれたような気がしなくもないですけど、はいはい、じゃあちょっとやってみてください、はい、マジかって言ってる人いますけど、はい、ありがとうございます本当に乗っていただいてねこれはあ、分かりました、手加減大丈夫ですか、はい、ってことですね、手加減、そうですね、そうですね、はい、手加減いらないです、空気読んでいただく感じで、はい、空気読んでいただく感じ、そうですね、はい、口割ってやってください、はいはい、放送事故だけは気をつけていただく、はい、分かりました、お願いします、まあ、血出なければ何でも OK ですから、はい、はいはい、さあではデモ遊戯、はいはい、お願いします、いやさすがね、佐藤さんの足さばきはさすがですけどもね、そう、マーシーさんも一応様にはなってますけどね、どうですかね、そうですね、はい、まあここまでね、マーシー、怖ちょっと一旦タイムで、あ、タイム、はいはいはい、今なんかこのプレッシャー凄まじいね、これやっぱりね、4倍ぐらいになってます、ね、なんかねどうですか今の一瞬で、はい、周りの外に逃げるスピード、外に逃げるスピード注目ポイントそこ、これマーシーの強みです、なるほど、はい、あのねバックステップの、そうです、華麗なバックステップが、はい、なるほど、背中見せてたかなって言われますけど、はい、なのでこのマーシーのスピードと、はい、私の先ほどね、はい、見せたばかりの読み力、はい、はい、この2つを2つの武器を持って、ね、ちょっと待って、読み力外れてたじゃんいきなりいや読みが当たればそれでいいというわけではないんで、はいはい、もう100か0かで割り切れる勇気、あ、はい、これでね、本日佐藤五段を、はい、しっちゃくめっちゃくにしてやろうかなと思ったんだなんて今ちょっと狩り場取れたんですよもうね狩り場ひっついてないんで、はい、ちょっと今日何回か外れるかもしれないんで、あ、そうですか、なんせね佐藤五段って言いづらいんですよね、確かに、うん、作業と他業、はい、で普段佐藤社員って言ってますんでね、はいはいはい、さらに言いづらいんですよね、確かにね、そういう悪コンディションですが、はい、ここにいます、はい、ということでね、はい、オチもなくね、手探りな感じで、はい、まあ、なんか今日もね不安な感じしかしないですけどね、はい、まあ、佐藤さんねよろしくお願いしますね、本当にね、じゃあね、今日ね、よろしくお願いします、はい、ということで、本日は、機種はですね、何でしょうか、木村さん、はい、はい、機種は北斗の拳6剣王でございます、剣王ということで、こちらを打ちながら、時間になると剣道対決がスタートすると、はい、いう感じですね、ルール説明いきましょうか、はい、お願いしてもよろしいですか、はい、ルール説明いきます、はい、20分に1回、はい、剣道勝負が始まります、はい、
なのでその際はですね、はい、今こういう中途半端な格好ですけども、はい、剣道に使う装備をね、はい、フル装備で戦いでいます、はい、で1本取られてしまった場合、はい、防具を1つ失うことになります。なるほど、はい、でその際失う防具のパーツに関しては、はい、アンケートで皆さんが選ぶという形になっています。なるほど、はい、で失った防具を復活する方法が2つあります。はい、はい、赤保留以上、はい、赤保留か大当たりの初当たり、はい、引いた際に僕が復活します。なるほど、はい、もしくは僕かマーシーが1本取れば復活します。はい、おう、はい、今ちょっとあの負けること手で話しましたけど、はい、1本取ればね、そうです、防具も復活する、防具の奪い合いでございますので、ね、なるほどなるほど、はい、はい、となっておりますので、わかりました、よろしくお願いいたします。はい、ぜひね、皆さんアンケートね、はい、どしどしね、木村さんに、木村さんから剥ぎ取りたい防具をねアンケートで入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、すみません、木村さんじゃないわ、このね、メンバーの、剥ぎ取りたい防具をね入れていただければと思いますので、それいいですね、はい、僕が負けてもマーシーが剥ぎ取られることにしますかあ、これ一人、これどうするんですか、全員両方負けたチーム戦で2人とも剥ぎ取られるとかじゃなくて、一人一人だとなんかややこしくないですか。まあ別にいいですけど、ついてないですからね。なるほど、何度もじゃあ僕の防具でいきます。ああ、もう木村さんの防具でね、はい、はい、ということでこういうルールで佐藤さんよろしいですか。はい、大丈夫です。なんかね、今日はあんまりハンディキャップマッチになってますけども、そうですね、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、はい、ということでね、まあ余裕しゃくしゃくという形になってますので、ね、ぜひねご期待いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まずはパチンコですからね、パチンコ頑張って当てていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあ佐藤五段さんはね、はい、マーシーの防具をつけるというところから始めていただいて、はい、あ、はい、そこから。そうなんですよ、なるほどなるほど、ね、防具剥ぎ取りがありますんでね。そうなんですよ、はい、つけないとね。寸前でね、佐藤五段がなんかしない忘れたっつってね。そうなんですよ、はい、なんかね、家まで取りに帰るとかって言ってね、はい、危うく首都で戦うことになりますね。そうですね、はい、じゃあ僕先指導始めますね。はい、よろしいですかね。はい、はい、じゃあ、一足先にね、はい、北斗の拳6剣を、まずはね打っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは指導スタート、よろしくお願いいたします。しょ、あー、いつもの音量調整から始まるんですね。はい、お願いいたします。首都、はい、わらわらってやりますけどおお、反動やぞ、気をつけろ、反動やぞ。あー、のっけから準備不足を露呈しますね。いやいやいや、あ、光量も、まあ光量はいいか、いけ、光量こんなもんで大丈夫ですか。大丈夫ですかね、はい。皆さんなんかポリゴンフラッシュみたいにならないように、ポリゴンフラッシュって何ですか。はい、ポケモンのイマーシ、はいはい、事件ですね。なんかね、ねえ、ビカビカって光ってなんか気分悪くなった人が多発したっていうやつがありましたけど、ね、はい、あれで僕ポリゴン嫌いになりましたからね。ああ、そうなんですか、はい、ポケモン。じゃあすいません、あ、すいません、コメントね、本日もたくさん、いや素晴らしいね、数コメントいただいてますね、どんどん読んでいきたいと思います。ですか、この聖夜に、客飛び激しい今更北斗なのか、ありがとうございます。はい、まあこの番組台ほとんど関係ないんでね、何でもいいんです。ありがとうございます。あ、そうです、はい、番組先日名がノリノリ店長になってるドラえもんもう出ないのかなということで、ドローさんは今日はどうなんですかね、もしかしたら来るかもしれないという感じですかね。そうですね、はい、お疲れ様です。佐藤さん、久々に水曜見れるという方いらっしゃいますね、ありがとうございます。皆様メリークリスマスですということでね、嬉しいコメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。アベヤン出るんで、アベヤンじゃないですね、メリークリスマス、皆さんメリクリ、今日は誰が出るのかなということで、バロン木村さんと、マーシーさんと、佐藤の五段さんの、はい、この3人で本日はお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、会社説明会に見合わせると、最近は毎日の楽しみになってきたわという方いらっしゃいますね、ありがとうございます。はい、お気を付けください。大丈夫ですかそれ。いや、ちょっとね、軽く病んでるような気もしなくてもないんですけども ね、 ね、どうでしょうかね、クリスマスに剣道とか激渋剣道わらわら、佐藤さんキムキムやっちゃってってやってますよねありがとうございます。まあさすがに2対1対1やったらね、やられるかもしれませんけど、はい、あらゆる手を使って今日は勝ちますもんね。なるほど、はい、どんなね、手を使ってでも結果を残しに行くと、はい、いうね感じでしょうかね。もう結果が全てですね。もう第音がでかいんで、ボリューム下げてもらっていいですか。あれですね、デジタル停止してから左右ボタンで音量調整できますので、はい、はい、お願いいたします。はい、行きますからね。はい、大丈夫ですかね、はい、まああとはね、前回ね、はい、なんていうんですかね、 RT あるじゃないですか。 RTC、 はい、はい、RTC ですね、はい、ジャギ氷のやつ、はい、あれでね、ちょうどええ感じに大当たり引いたんですけどね、はい、ジャギ引けなかったんで、はい、はい、ちょっと今回はそれも目指していきたいなと。なるほど、はい、
ザギ降臨タイムね。そうですね、はい、ありますんで。おそらくね、閉店してから電源落としてないんで、はい、もしかしたらこのね放送中にまた来るかもしれない。そうですね、はい、RTC 来ればその辺も狙っていただければと思いますので。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。音でかくない？どれこれ。あ、佐藤さん。あ、そうですね、一回、はい、ボリューム切ってもらって、はい、お願いします。ちょっとうるさい、申し訳ない。少々お待ちくださいね。佐藤5番下げてって、佐藤さんの音がでかいってやったので、佐藤さん保留が切れたらボリューム調整の方をお願いします。はい、あ、そうですね、そういう感じで、はい、OK です。 OK でございます。はい、いや、いいですよ。はい、まあ、佐藤五段はね、パチンコに関しては結構初心者なんでね。なるほど、なるほど。この時点で攻めてメンタルからいくみたいな。なるほど、はい、攻め込んでいく感じですね。もう戦いは始まってるんですね。なるほど。佐藤さん、あとすいません、若干ですけど体がかぶってるんで、体からを若干外していただく。あ、そうですね、それぐらいで大丈夫ですんで。はい、はい、あ、いいですよ、松浦さん、そういうの。なになに。いや、戦い始まってますからね。なるほどね。はい、ということでね、え、なんですか。あ、ちなみに時間今大丈夫ですか。あ、今0時18分なんですけども、これどうしますか。いきなりもう20分からやりますか。どうします。やっちゃいますか。これ剣道対決の前に、はい、赤保留とか初当たり引いた場合は、ストックスは、あ、ストックやられた時のためにね、はい、はい、ストック制度、ストックか、はい、僕一回戦わんでと。僕一回戦わんで、はい、逃げる気満々じゃないですか。いやいや、逃げるとかそういうのじゃないんで。あ、そうですか、はい、松浦さん今日そういうのじゃないんで。あ、そうなんです、はい、すいません、大変失礼いたしました。はい、はい、来週年明け放送ないんだって、結局バロンのザレ事だったのかと言ってますが、はい、来週はもう確定してるんでしたっけ。そうですね、なし、見送るというスタイルで、ね、あ、なるほど、はい、残念ながら来週は放送なしということでね、はい、申し訳ございません。まあ、皆さんもね、はい、ちょっとはこの水曜のこの異常な空間から一回離れていただいてですね、まあね、日常に戻っていただくというのもね、はい、まず自分を見つめ直してほしいですね。確かにそれは必要、はい、必要ですかね。今これ見てて大丈夫なのかっていうところ。そうですね、はい、今日もクリスマスですからね。そうですね、だいぶ危険ですね、はい、剣道来た、はい、どうぞ。チキン食いながら見てるよって方いらっしゃいます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。クリスマスなのにニコ生見てるとか泣きそうってことですね。そんなことないですよね。こんばんは、佐藤のご飯や、ワン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 佐藤さん、バロン、木村、松浦、こんばんは。今日も愛知県豊田市から見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。弱いのキムキムだけやんって、木村やかましいわ、バロン気がすんだか、皆さんこんばんは、ワンワンうるさいよ、どうせ帰ったら萌えちゃんとパーティーやろうということで、はい、ね、彼女いる設定になってる木村さんは、ね、萌えちゃん設定というか、はい、存在しますから。萌えちゃんどうなんだっていうところですけど、はい、いや、萌えちゃんと、そうですね、クリスマス、クリスマスパーティーですか。はい、パーティーするんじゃないか。パーティーしないとね。あ、する。え、佐藤五段さんは。はい、あ、今自分は彼女はいないです。あ、そうな、マーシーさんは、はい、マーシー僕も開けてます。ってことでこの中で彼女がいるのは、はい、バロン木村さんだけ。いや、かわいそうな人たちですね。おっと、なんか精神的優位に立ってますね、いきなりね、本当に、ね、そうですね、なので、はい、この中やったらそういう恋愛面に関しては最強と。なるほど、いうことじゃないですかね。あ、そうですか、はい。まあ、この精神的アドバンテージがね、どのように左右するか気になるところですけどね。そうですね、今の一撃が多分モニターの前の皆様にも刺さってるかもしれない。ね、だいぶ家なんかね、はいはい、キムキムうわーとか言われてますけどね。木村ですって僕は悪いの巻きとかやってますけど、ね、いやあ、キムキムごはんさん、松浦さん、こんばんは。ご飯さんになってますけどね。今日実は誕生日なんですって方いらっしゃいますね。おめでとうございます。これまあおめでたいんですけども、クリスマスと完全に誕生日プレゼントが一緒ごたにされるパターンですね、これね。ああ、そうですね、ありますね、はい、間違いないですね。ワンワンワン、こんばんは、佐藤さん、今日も頑張ってキムキム倒してって言われてますね。また剣道やるんですねって言われますね。ありがとうございます。はい、こんばんは、キムキム、萌えちゃんへのプレゼントは何って言われてますよ。私ね、あれあげましたよ。はい、ピンキーリングをあげましたよ。いや、キモピンキーリング何がですか。ピンキーリングって、いや、いいじゃないですか、ピンキーリング。クリスマスと言ったらピンキーリングですよ。ああ、そうです。はい、お手頃な値段と、はい、はい、重くないアクセサリー、分かるでしょ。キモって言われて、ほら言われてますよ。あかん、バロンの死亡フラグ立ったわって、ね、あ、そうかそうか、剣道やろうぜ、木村のあの顔ってね、言ってますけどね。剣道しないのか。そうか、ピンキーリングを上げる相手もいないんですよね。いやー、ツッコミが面白すぎて、バロン、いちびってるわ、キモって、ね、言われてますね、はい、うわ、バロンないわピンキーリングわらって言われますけどね。なんとでも言うが、言うがいいですよ。誕生日に水曜配信で浮かれてたら、さっきから体調悪くてゲロってるので、放送済んだら寝ます。いやいや、大丈夫大丈夫、それ本当に、ね、そんな無理して見なくていいですよ。そうですね、はい、はい、タイムシュートあるんで、はい、
そうね佐藤君、今日こそ木村の喉にドーンってやってねって言われますね、はい、頑張っていただければと思います。タイマーやったらできたかもしれませんけどね、はい、いや木村苦しみますとメリークリスマスかけてるのかって。そうなんですよね、よくご存知の方いらっしゃいますけどね、かけてますよね。誕生日の人おめでとうって言います、ね、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いいですねその感じね、はい、マーシーさんね、忘れた忘れたってコメントが来てますけどね、どうですかね。あーごめん覚えてない忘れたわとか言われてますけどね、はい、思い出していただければと思いますので、はい、モニターの前の皆様に記憶をプレゼントしますので、はい、そうですね、はい、まあ、今日ね存在感を示していただいて名前をね覚えて帰っていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。あー木村爆発しないかなって言われてますけどね萌ちゃんは今ウェスカーとパーティーしてるぜって言われてますよね。キムキムこっち見なくていいよ、ピンキーリングじゃない、ピンキーっておかしいってね20分になったぞとやりますんで、どうしますか、いきますか。ちょっと分かりづらいんで、30分になったら、あと今22分なんで、はい、30分になったら開始ということで、そうですね、よろしいですかね、はい、それでちょっと分かりやすくなると思いますんで、お願いいたします。いや怖いですね。マーシーさん知らないかもしれないですけど、はい、鬼のように強いですから今5段ですからね。どうですかね、存在感のない顔が怖いやつってやりますけど、ダイパンしたらしないでと疲れてるので、そこは松浦さん使いないよ柔道なら勝てるのにということでね。もう私一応ね柔道段持ちですんでね、一種格闘技戦であれば全然やりたいですけど、ね、あ、わかりました。じゃあ、はい、しましょうエンディングでしましょう。じゃあエンディングでしましょう。あ、そうですか。一種格闘技です、柔道対剣道やりましょう。あ、そうですか、はい、視聴者の方もおそらく見たいと、あ、そうですいう声があればですけどね。あ、わかりました、はいはい、あればね、じゃあね、はい、はい、焼き芋食べたかい、それは見てない、こんばんは、今日はもう一ちゃんプレゼントを届けに行く配信ですか。それも面白そうですけどね、クリスマスイブ暇のやつとか行ったのかで、東大阪の狂犬マーシーって言われてますね、ありがとうございます、はい、驚いてるじゃないですかありがとうございます。今月20日キムキム写真&ホームページありがとうございましたということで、こちらあれですかね、わざわざお店の方に遊びに来ていただいたお客様ですかね。あ、そうなんですよ。写真撮らせていただいて、はい、ホームページ PR のページ等にね載せさせていただいたということで、はい、わざわざねご覧いただ、お店の方にお越しいただいて、ありがとうございました。いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。そうですね、はい、またねぜひね、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、大関係なくね、あ、いつものことだった、そうですね、ボコボコにされたやつだろうってね、ワンワンって、ポンコツキムキムって、ね、言ってますけどね、佐藤さん本気でよろうということでね、佐藤コールがだいぶね高まってますけどもねありがとうございます。腰引けてないか何も変わってない、さっきのデモのね話も言われてますけどね佐藤のコータさん、コテ狙ってってことで、見事コテをね、はい、はい、綺麗に打ち込みに行きましたけどね。いや、でもあいつもうコテしか狙ってこないですからね。いやコテのコテの鬼になってますからね。そうですねまあね、コメント欄ではねコテとあと喉とね言ってくれてますけど、これマーシーさん若干今ロゴ落ちあって、はい、暑いぞ。暑そうですけどね、乱舞騒がしくなって、そうですね、乱舞でどうでしょうかね、何ヒットぐらい来るかが重要ですか。そうですね、これは保留は普通です。普通今は、うん、あ、変わるか、保留変化はなしということですけどね、はい、だからこれが当たれば、はい、僕が戦わなくていいってことでしょ。なるほど。一回戦わなくていいっていうのは僕は、いやいや、マーシーさんが戦わなくていいんじゃないですかこれ。いや、ね、ボール失うの僕じゃないですか。はい、じゃあ戦わなくていいのも僕のはず。あ、60、はい、どうでしょうかね、ちょっと微妙ですかねこれ外れた、じゃあマーシーの防具一個外しましょう、はい、あ、そうですか、はい、はって言われてますけどね。佐藤さん、木村の下半身に、これなん、牙つきって書いてなんて読むんですか。けさ切りですか。ガトツです。ガトツ、ガトツ、あ、ガトツね。ガトツ、ルローニ剣心知ってる人だったら分かりますけど。へえ、ルローニ剣知らないんですか。いや、すいません、俺ルローニ剣分かんないです。ガトツっていう技があるんですか。はい、喉元にっていうか突く技があるんですよ。へえ、いやいやいや、僕この剣道企画ある前、はい、必ずルローニ剣読みますから、ね、あ、そうですか、はい、暑いって言われてますけどね、これ時来ました。暑いですよね、確かにね、はい、保留変化一切ないのが不安なところですけどね、薬物とかは結構来てるんで、これキリン来たらあともうほぼほぼいただきみたいな、そうですね、熱いパターンですけども、もう当たれば本当に僕戦わなくていいですよこれ。いや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 、はい、それは勝手に決められると困るんですけど。でも流れ的にシェイクビジョンありましたね、はい、どうですかね、カットインが気になるところですが、さあ天照百裂拳で、あ、なんか上下ボタンがいいらしいですよ。入って入って、うわ、レインボー
縦カットイン激アツ初めて見ましたね。これ激アツというかもう確定でしょこれ。そうですね、いったぜ、おめでとうございます。ありがとうございます。レインボー縦カットイン早速。これが東大阪最強の男ですか。いやー伊達に顔が怖くない。マーシーさんやりますね。顔面だけで言ったらラオウより怖いですね。ラオウ確かにラオウと同じぐらい怖いですけどね。いや木村罰ゲームとか言ってるんですけどね。プレミアだーって。いや意味わからんでしょ。はい素晴らしい。あ木村は緑来た時点で防具奪おうぜって。また緑かよ。ね、エヴァの回でもありましたけどね。いやでも北部の緑は当たりますからね、はい、いやいやまあ結構ね、はい、木村別れろとか言われてますけどね。まさかのマーシー大活躍ごめんって。いやすげえな、はい、緑か縦カットインとか初見だわってことで。縦カットインはねまあまあまあ結構レアなんですけど、しかもさらにレインボーでしたからね今のね。そうですね、はい、ただでさえレアな縦カットインなのに色がレインボーという非常にレアなパターンですね。あ縦カットインはもともとレインボーです。え嘘、縦カットインレインボー以外あるよ。いや縦カットインってあの確定ですよ。そう、え、はいはい、レインボー以外あるよね戦ってん。あれなかった？ないないレインボーですよ。いやそんな喧嘩やめてもらっていいですか？いやいやいや、セイヤだよ。セイヤですよ。あるって戦ってんレインボー以外ないぞマジで。え俺見たやつないんだ、ないんだっけ？いやちょ視聴者の皆さんにすみません本当に。あ戦ってんプレミアじゃ、はい、レインボーのみ。あそうなの？いや嘘だ俺なんかで見たよ戦ってん。あ縦はレインボー。あそうなんだ。失礼。まあ視聴者の方が言うなら間違いないですね。ああ申し訳ないですね。はい。はい、エンデック軍の仲間あれと聞いていて、縦はレインボー以外ないでしょ。レインボーだけ。あそうなんだ。申し訳ないです。大変失礼しました。はい。あれ俺気のせい。赤系の縦カットインとかなかった？ないです。ああそう。あ、はい、松浦さんが見たのは遠隔されてたんじゃない？申し訳ない。まあ、あの視聴者の方もね、はい、あのもう気づいてるかもしれないですけど、はい、あの松浦さん視聴者に謝りますけど、マイマイには絶対謝らない。いやいやいいですよ謝らなくて、はい、間違い認めないんで。あ AKB、はい、AKB と勘違いしてんじゃないかって言われて。あ、はい、あるあるある。申し訳ない松浦さん勉強不足、はい、俺もキリンだけあると思ってた。そうなんか赤系っていうかなんか見た記憶あるんだけどな、気のせいだったっけな。どんまい松浦さん罰ゲームでいいですよ。マイマイに謝れ。松浦の頭の中はレインボー。松浦さん柔道やのにパンツ取らんかか。AKB だろ松浦。当格の2分の1で入る。マイ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 ゲイト。おおちょっと待って止まったねこれ。30分のやつ来た。あニコ生のやつ来ましたね。ニコ生来たね。ちょっと待ってください。マジですか。はいちょっと待ってください。サウザー相手ですからね。はいすいません大変失礼いたしました。今これで復旧しましたので、ね、申し訳ございません。また TMT 食らってしまいましたけどもどうでしょうか。OK ということで、ね、更新していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。あ、なんてことだ。はい、ということで、あ、これが TMT の呪いですか。そうですね。いや、TMT の呪いということで、マジでマーシーさん、はい、聞いたんですが、残念ながら、はい、あっさり終了。もう負け取るやんってね、言われてますね。あー、無双入っちゃいましたけども、どうでしょうか。まあ、潜ってるね、可能性もまだあるんですが、はい、あ、木村が遠隔したせいで単発ってね、言われますよね。早く剣道しろってことで、うわ、これ罰ゲームですか、マジかってことで。じゃあ、どうしますか。一応30分になったんで、やりますか。行きますか。 もはや、はい、全く気が乗らないですけどね。松浦さん今日負けた私に慰めの言葉をくださいってことで、また頑張ればいいよ。ああ大丈夫ですか。すいませんなんかバタバタしてますけど、はいはい、佐藤五段はエンデックの機材に関しては初心者ですからね、はい、そうですね、はいはい、機材壊さないようにねお願いします、ね、はい、はい、私がこれでしたっけ。じゃあどうします。はい、一応作戦としては、はい、あ、分かりました。作戦立ちました。お、作戦、このチーム、はい、はい、単体じゃなく、はい、複数対一人の戦い見せてやりましょう。なるほど、はい、これはね、いろんな戦い方がある。新しい戦いを見せてやると、はい、言ってますけどね。でもこれ、ルールで言ったら僕の防具だけ外れていくんですよね、はい、まあ、これはね、そうですね、そうですねって言いますけど、はい、ありがとうございます。はい、いやここあるあるすぎてなえるな。プレミア単発する木村遠隔したんでしょ。バロン負けろ負けろ負けろ。梅谷神は神何なんですかね。画面一画面にして、あ、こっちが僕速報値多すぎんよ。こっちは、キムキム次元流トンボの構えや。だって卑怯だってやりますけど、なんか次元流トンボの構え、はい、オーケー。構え僕がデジャブ、はい、なんか不安定、もう負けとるやん。ちょっとなんか勝つコツみたいなあったら教えてくださいね皆さん。勝つコツ、はい、あの戦いか、とりあえずあのこのね、はい、この被り方が分かんないんで、はい、
この被り方が分かんない時点でもね、はいはい、この佐藤五段にね、かぶせてもらってるうちにね、はい、勝ち方のコツとか、締めすぎて、もう戦いは始まってるというのか、そうですね、いや、とりあえず佐藤、剣道の格好をして将棋をするんですかって、佐藤さん、木村をボコボコにしてね、佐藤の五段さん、なりふり構わず、小手狙っていってってやつですよね、はい、壁ドンならぬ、のどドン希望ってやつですね、センスいいね、それね、本当に、はい、木村の喉に竹刀が刺されば満足ってやつですね、気合、竹刀、意味深、2人で攻めたらいいんだね、くそ、こいつ めちゃくちゃ締めつけやがった、はい、トンボの構えから一撃で決めろってね、勝つコツ、ご利用しだろうってね、剣道のルールを無視すれば勝てるって、そんなゆるゆるでいいんですか、わらわらって、佐藤五段、喉頼むよ。あ、これあれっすわ、はい、マイクをね、はい、あれせなあかんすわ、はい、首にかけなあかんすわ。そうですね、そうそう、マイクを首に下ろしてもらう、はい、木村はもうかぶってるよ、かっこいい、意味深剣道は剣じゃなくて足元を見るんだよって、喉に銅音だけでいいって、コテなんかつけなくてよくねって言われてますけどね、大丈夫だよ、面がすぐになくなるから、コテばっかり狙ってくるんやから、はい、拳銃が強いって言われてますけど、いやしかもね、はい、さっきね、はい、マイクつけるのに、はい、首かけなあかん言うたじゃないですか、はい、あいつマイクごと締め付けてきましたここ、こめかみ、はい、ギューいかれて、はい、でもこれ、支障出ますよ、だいぶ。大丈夫ですか、ね、はい、締め付けられへんかったら、プロ級のね、はい、戦い方できたんですけどね。あ、もうなんか言い訳一つストックって感じですか、これね。いやいやいや、こいつまた来た。呼んでないのにまた来た。木村、北斗神拳で戦え。やめ、はい、画面かぶらんでめんね、卑怯者だから仕方ないわらわら。審判は誰、誰がジャッジするの、どさくさに紛れてスネークってやる。はい、これ当てんのこれ、はい、え、まだダディが構えよかったね。ああそうなんだ、こうだよ、面かぶらんで面して、あ、これで OK、 もう勝負始まってるんだな。声聞こえます、はい、大丈夫ですよ、のどぐさ期待みんな残酷だね、本当にね、はい、佐藤班頑張れってことです、はい、よし、聞こえるよってことでね、はい、ドーン、ぐさからのブッシュ、いや放送できないだろそれ。まあマーシーはまだ初心者だと思うんで、はい、戦い方に関してはね、はい、僕に従ってもらえればいいんで、なるほど、勝利をねプレゼントしますんで、お、ちゃんと、はい、はい、後ろの景品壊したら笑うってやってますけど、誰が誰か分からんで、確かにね、事故起こるでってやってますけど、これちゃんと防具つけられないから危なくね、事故起こるでってやってますか、まあそこら辺はね、佐藤の五段がね、もうね、はい、五段ですから、はい、はい、まあ、防具つけ方見捨てたとしても、はい、僕らが勝つんで、はい、ちゃんと来てる佐藤五段が負けるんで、はい、問題ない、はい、てかもう見た目でもう分かんないんじゃないですか、誰が佐藤五段か。そうですね、完全に分身の施設状態ですけどね、はい、ちょっと木村さん手を挙げてください、はい、マーシーさん、はい、で佐藤さんがこの方ですね、はい、分かりますかね、はい、分身の術、わらわらわら、五段ってすごいよね、いや五段ってなかなか取れないからね、本当にね、はい、はい、それでは本日剣道勝負1本目、ちょっとこっちの方が狭いから熱い、自ら有利な方にリングをね、もう始まってくる、はい、じゃあもうやっぱ2対1ってことなんで、はい、ちょっと動きます自分も、わかりました、はい、さすがにね、前みたいにね動かない感じだとね追い込まれちゃいますんでね、さあ孫強、おい、すごい絵面ですね、剣道で2対1の剣道が見れるとは思いませんでした、勝てばいいんですよ、勝てば、はい、全く新しい剣道になってますよこれね素晴らしい絵面です、さあ始めました、これはちょっと今までのあれで初めてですね、ですよね、はい、いくら五段といってもね完全に新しい剣道ですけども、さあ、ま、松本さん合図お願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、さあ、早速、固定、固定、一本、弱い、最初の木村さんのはすみません、カメラも追えないぐらいの早技だったんですが、佐藤さん、解説していただくと、どこですか、面小手攻めて、はい、竹刀を巻いて、巻いてどう打つと見せかけての面です、なるほど、そんな高等技術すらいらないような感じですけどねで、その後のマーシーさんは小手、はい、攻めての払っての小手です、払っての小手と引き後手です、なるほど、引き後手と、なるほど、リプレイ強すぎワロって言われてますけどね、はい、早い弱いぞ、初め弱って言われてますけどね、無謀すぎてプギャーってあっけないなって言われますけどねさあ、ということでじゃあ防具、どれを取るかアンケート、していきますか、そうですね、
今のおかしいでしょ。え、いや今のは今のはおかしいでしょ、はい、って言う。なんで、なん物いい。いや、まあまあ、佐藤五段はまあいいですよ、はい、ね、必死だったんでしょう、はい、勝美に、はい、マジなぜ逃げた。いやいや、自分が前に行かそうとするから。でもこうああいう作戦やと思ってたんですけど。あ、なるほどね。バロンさんをまず向かわしといて、よっから行こうと思ったんですけど、あ、そうね、隙がなかったんです。俺はあの向かう気全然なかった。はい、仲間あれ早すぎって言ってますけど。じゃあどうしますか、このアンケートいきますか。いや、アンケートはいいですよ。面倒固定でいいんですかね。いや、あの面倒こ面倒右手左手。あ、面倒右手左手、ね、あの腰のやつも、はい、面倒右手左手腰のやつ、タレですね。あ、なるほど、はい。あとあのこの布。え、タレ、え、ちょっと待って、ちょっとこの布のやつ、はい、布のやつってどれですか。あの狩り場でもいいよ。ああ、狩り場、ね、狩り場とかも足してもらって。わかりました。項目増やしていこう。わかりました。これあかんわ。はい、いきます。で、これちょっと、どの防具を取りますかということで、面、胴、右手、左手、タレ、狩り場ということでね、どれを取っていいかアンケートでぜひね、投票入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、面やおなーってこといらっしゃいますけどね。布なんか選んだろうってね、言われてますけどね。いやいや、はい、しないも言い訳うるさい。僕らの連携がね、ちょっとね、悪かったね、今ね。布なんか選んだろうって、全部を選択肢にぜひ、面は危ないわ、腰取って ED にしようって、まあ、面やわね。カリバーってやったんですけど、うん、バロンがマッシュを生贄にしたねってやったんですけどね。カリバーに防御力がないだろう、カリバー取ってまえ、カリバー一択ってやったんですけど、ね、あ、カリバー来ましたね。はい、どうしますか。じゃあカリバーが一番ダメージないですからね。じゃあ結果発表しますよ。はいはい、いきます、ドン。面 49.3% ということで、2番目がカリバー 34.5% という形ですけども、うん、まあ知ってましたよ。はい、じゃあ面をね、はい、取っていただくという、あのこの水曜日のやつを、はい、この、ね、はい、24日というクリスマスイブに見るようなやつらはもう大体このやつらばっかりです、ね、そうですね。まあ予想通り面取れという、ね、形になりましたので、はい、じゃあ次は面なしで、はい、かしこまりました、はい、行きたいと思いますのでよろしくお願いします。いやいやいや、本当、はい、恐ろしいやつらだな。そうですね、はい。まあでもね、はい、でもあの覚えてますか、はい、これあの赤保留とか引いたら復活ですから、ね、そうですね、はい、初当たりか赤保留で復活という形なんですが、さっきのあのマーシーさんの方は、はい、マーシーの方はもう、はい、え、あ、そっか、初当たりを一応引いたんですけど、え、あれもじゃあいいんじゃないですか。あれどうするんですか、ストック、あれでも、え、あれ、いや、いいです、もうでもいいです、いいです。盛り上がんないと思ったんで。いや、なんかマーシーに、はい、マーシーのね、はい、なんか施しを受けるようならいいです。ああ、そうですか、はい、いらない。裏切りましたからね、彼は。ああ、そうですか、はい、いらないという、ね、先ほど裏切りましたので、ああ、連チャンも見せてないのにダメだろうとね、 TMT でチャラーと言われてます、ね、あ、クソ、TMT か、はい、カリバが2位に来る視聴者の連携って、はい、間違いないですよね。あれ恐ろしいですね、はい、あんな当たりにならないだろう、木村この野郎絶対コテ取った状態で叩かせる。、はい、クリスマス関係なしに平常運転だよ。奥歯も取ろうぜ、予想通りの面なしだ。奥歯しっかりついてますから、はい、言われてますね。次は1時からってこと。そうですね、なんかリーチの寝台路みたいだなって言いますけどね。どうですかね、固定はなしで市内食らうとリアルに痛いぜっていう方もね、いらっしゃいますけどね、はい、あのさっきまさにそれやられましたけど、そうですね、はい、手首取れるかと思いましたね。カリバ取ってまえとかいる方もいらっしゃいますけどね。言い訳吐きまくる口取ってまえって言われてますけど、あ、はい、まあ、言い訳はあの私のね、はい、称号みたいなもんなんで、先輩特許ですからね、はい、もう無理ですね、はい、佐藤五段、はい、本当にかっこいいとか、ね、言われてますけどね。 ありがとうございます、はい、素晴らしいね、2対1でも全くね、そうですね、やっぱね、もう攻めの姿勢を貫かないと。なるほどね、はい、まあ、腰が引けてね、相手に先に生かそうとするようなね、弱いことをしてたらダメですよ、ね、そうですね。おっと、これ復活しましたね。復活しましたね、はい、潜ってましたね、やっぱりね、はい、素晴らしい。佐藤さん、日頃の恨みを晴らしましょう。おー、ということでね、これマーシーさん、やっぱり単発ではなく、はい、はい、東大阪を背負ってきてるんで。なるほど、いいねーということでね、見事。え、やっぱマーシー復活したら僕の復活でいいんじゃないですか。あれ、さっきはね、はい、もう別に防具あんなのいらないとかって言ってましたけど、いや、さっきはちょっと頭に血が上ってましたけど、はい、これで当たったら復活でいいんじゃないですか、はい。ああ、そうですか。どうなんですか。そんなに、ま、面を復活させたい。そうですね、面というか、はい、そうですね、いや、いいじゃないですか、別に。ダメですって言われてますけど、マーシーの施しなんか受けないよな、木村って。バロンダメだよ、いや、頭割れしたんじゃないの。施し受けますよ、施し大好きって言われてますけど、はい、はい、木村部外者やんって。
部外者ではないですけど、部外者ではない部外者ではないですけどですかね。はい、あ、転生ってどのくらいの確率の確変があるんだろう。転生というかこれ剣王ですかね。はい、剣王の連確変継続率は、80% って書いてますね。継続率 80% でいいんだっけってなんか書いてますよ。あ、あのあれでしょ、スペック2つある、はい、どっちっていうことでしょ。いやいやいや、あの突入率、発展突入率が 80%、 で継続率は、あ、これあれじゃないですか、転生モードに入っての確率ってことじゃないですか。これ60以上確定でしょう。あー、なるほど、はい、あー、そういうことね。あ、転生って、あの転生モードのことですね。あ、なるほどなるほど、ってことですかね。なるほど、どうでしょうか。まあ、でも薄いところ引いてると思いますけどね。そうですね、はい。まあ、あの機械のことに関して我々に聞くのはですね、視聴者の方がかなり詳しいと思います。いつもながらね、申し訳ございません。はい、はい、詳しくはネット等でね、調べていただければ。そうですね、はい、外れたらもう一個取って手に入れてますけどね。佐藤の五段さん、お久しぶり、どうもこんばんは。次は木村の玉取ってうるさいドラ猫を去勢してやろうぜって、ね。はい、別に防具が復活したところで勝てないからどうでもええってやってますね。ダメよって、どうせ負けるから何でもいいよ。いやでも、ね、あれじゃないですか、まあ、はい、痛くないじゃないですか。あ、痛いのが嫌なんですよね。ああ、そうですか、はい。その代わり緑保留外したら剥ぎ取りでいいならねーって言ってますけど、緑保留は外れるのやめましょう。ああ、どうですかね、はい、木村に佐藤の五段の突きを食らわそうって言ってますけど、突きはダメに。ああ、そうですか、はい、突きは絶対ダメ。木村さん負けたら松浦さんのリアルランドリー希望、あれは素人には効くって言ってますけどね。何ですか、ランドリーって何ですか。ランドリーっていうのは柔道でいう実践練習みたいな感じですかね、はい。あ、剣道でもランドリっていうのかな。剣道はランドリっては言わないんですかね。ランドリとは言わないですね。あ、ランドリとは言わない。柔道、はい、柔道ですかね。柔道では実践練習みたいな、もう試合形式みたいな練習をランドリって言うんですけど。あ、そうですね、はい、はいはい、ね、あ、なるほどね、はい、ありがとうございます。詳しくはウェブで、面を外したから次は眼球をついてね、恐ろしいですね、はい。時短60は 1% って言われてますね。あ、そうなんだ、だいぶ薄いねそれね。あ、来た、黄色保留。お、保留が、これが赤になる可能性ありますからね。そうですね、赤きたら復活ですからね。お世話になってるマイマイにクリスマスプレゼントを送りないよ。マイマイナイスフォロー。兄貴解説をお伝えされておりますよ。松浦配信番組説明のところに P ワード飛べるようにしといて。あ、そうですね、申し訳ないです。緑保留バカ緑しようぜって言われてますね。ちょっと違いますね、バカ緑保留バカですかね、あれね。黄色、私転生モードに入って終了になったことありますって方もいらっしゃいますね。あ、でもどうなんですかね、無双から転生に入って終わったりするん。あ、確定じゃないんですよこれ。そう、時短60までは確定なんですけど、はい、60以上いけばそうバトルモード確定。あ、なるほどなるほど、はい、バトル来ましたね。あ、ほんでちょうど60ゲームですわこれ、はい、で超えたんでバトルモードになる。なるほど、多分確変 8% ぐらいあったんじゃないですかね。 8% か 1% かって感じだと思うんですけど。なるほど、入ったーってのやってますけどね。まあでもどんだけねこれね、バトルモード継続させてもね、はい、剣道で勝たないと意味がないですからね。まあなるほど、はい、本日のメインはね、あくまでも剣道という形になってますんで、はい、よろしくお願いします。何が嫌ってね、はい、あの2対1になったら手加減できませんよって裏で言ってたんですよ、はい、これはあの防具失った状態でそれだけは絶対避けたいなっていうね。まあ向こうもね、佐藤さんも今日は本気で来るということでね。そうですね、はい、2対1 だ,、はいね、だったらね、本気でいてもいいだろうということでね、はい、まあ皆さんね、それは OK していただけるんじゃないかなと思いますんでね。佐藤五段は二刀流もできるのってやってますけど、二刀流とかっていうのは、そうですね、二刀は一応あるんですよ、そういう本当に二刀流っていう、はいはい、あるんですけども、はい、自分はもう、ずっと一刀で、うん、一刀でやってますね。なるほど、二刀はかなり難しいんですね。あ、そりゃそうですよね、はい。黄色ぐらいで騒ぐな。で緑止まり7点きましたね。お、はい、激闘って言うんですね。熱そうっていうか、いや確定ですね、ジャギですもんね、はい、来た7点っていうのやってますけどね。保留も変わってますんで。あ、デカボタン、デカボタン、うわー、ありがとうございます、おめでとうございます。ヤクモの動くね。いや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 、素晴らしい。本当にケンシロはこんなに強いのにね、はい、本当にマーシーさん、いい引きしてますね。はい、ありがとうございます。素晴らしい存在感を今日はね、示して帰るぞという意気込みが感じられる大活躍ですけども、はい、素晴らしい。さあ、剥ぎ取りチャンスだって言ってますけどね、どうでしょうかね。赤保留で当たったら、赤保留で当たって復活なら、赤保留で外したら剥ぎ取りでってありますが、見事にも当たりましたね。 いいですよ、赤保留なんてほぼほぼ当たるでしょ。本当ですか、はい、次はバロンの鼻に突き決めてってね、やってますけどね。いや、元より鼻結構低めなんでね、これ以上やめてほしいですね。なるほど、
柔道経験者なら素人のランドリーへの認識の甘さが分かるはずなんで罰ゲームには最適かと。ということね、この方も柔道を経験されてた方なんですかね。あ、なるほどですね。絶対嫌ですね。嫌なんだ。はい、どうでしょうかね。木村さん、はいよ緑掘り出して、北斗の剣6剣道だからねって言われますね。手加減はしない、かっこにっこり。佐藤さん怖すぎ、7点7点当たったって言われてますね。そうですね。今何分ですか。今0時47分ですね。あ、なるほど。1時になったらやりますか。30分ごとですか。あ、20分ごとでしたかい。あとじゃあ3分で。いや、ええ30分です。30分。20分。オープニングで言うてたでしょ。はい、30分で言ったんです。30分ですか。ええ、ああそうですか、はい、じゃあ30分後1時で次はよろしいですか。いや20分で。20分。はい。どっちなんで。あと3分で、はい、やりたいと思いますんで、はい、今のは、はい、今のはあれじゃないですか。え、20分って言ってたじゃんの流れじゃないですか。ああすいません、はい、俺本当に勘違いしてて30分なのかなみたいな。いや、はい、違うんですよ。なんかさっきコメントで次は1時だねっていうコメントがあったんで、はい、ちょっと混乱してたんですけど。あ、なるほどですね、はいはい、20分ごとにやるということでね。はい、そうですね、わかりました。なるほど、まさか戦い前に精神を削られる。申し訳ない、うん、それに関しては申し訳ない。なるほどですね、はい、すいません、松浦さんは夜の二刀流ですね。どういう意味ですかね、こうやってね。マジなっていいな。アカシアサンタ始まったオカルト店長、今年の不幸話を応募してくれないかなって方いらっしゃいますけどね。どうですかね。マーシーさんも有段者ということで、マーシーさん剣道に関しては完全に素人ということで、はい、よろしいですかね。パチンコの方は。パチンコも、はい、素人です。あまり打たれない。はい、いや今日はね。でもそんなマーシーさんも唯一誇れるものがあるんですよ。何ですか。言ったってください。顔です。そうです、顔が怖いんです。マーシーこの男はね、誰よりも顔が怖いんですよ。なるほど、はい、確かにね。東大阪1位ですからね。それで今日は連れてこられたということでね。はい、はい、もう何段とか何級とかそういうのじゃないんですよね。確かに確かに、はい、ただ怖いんですよ、はい、雰囲気がね。はい、はい、マーシー寝ぼけてるのって言われますけどね。そうですね、水曜日当ててもしゃあないんだよ、剣道で勝たないとってね、やりますよね。マーシー見せるね、木村と大違いってやりますよね。どうでしょうかね。赤石屋さんと見よう。今日はむっちゃおもろい配信と聞いたんですが、本当ですか、木村さんってやりますよ。いや、いつもながらお酒飲みながら見る配信です。そうですね、はい、はい、だらりと お楽しみいただければと思います。そうですね、ちょっとシャンメリーやったらちょっと飲みながらでもね、ちょっときついかもしれないんで。そうですね、しっかりアルコール取っていただいて、お願いいたします。はい、剣道の試合で実際二刀流で戦う人いるもんねってこと。あ、そうなんですね。そうですね、へえ、ごく稀に。なるほど、はい、まあ、かなり難しい、技を必要とするという感じなんですかね。そうですね、なるほど、片手で振るんでね、まあ、腕力だけでもだいぶ大変そうなね、はい、感じですけどもね。そうです。あ、今日明石家サンタの日かって言われて、二刀流って倍ってこと違うだろうね。喉にどう、喉にどう。あとは3分ですね。木村黙れ、佐藤藩とマーシーのしゃべりが聞きたいという方がいらっしゃいますけど、ね、ああ、はい、いいですよ。ああ、見事おめでとうございます。CR 被弾のアリアまだ置いとるということで、被弾のアリアは鶴見店はデジハネがあります。あ、デジハネタイプ、はい、いわゆる U パチスペック。そうですね、が置いてあるという感じですかね、はい、僕的にはあっちの方が好みですね。なるほど、ということですんで、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。20分言ってたやろ、小立二刀流かっこいいなと。松浦も M ラボで参戦して、松浦さん締め技見せてって言いました。さあどうしますか。じゃあ50分になりましたんで、はい、やりますか。ちょっと待ってください、なんか赤オーラで SP って出たんで、ちょっとこれだけほら、お、保留じゃないのがちょっとボタン震えてる。お、ボタンがお震えになってらっしゃる。どうですかね、木村は結局負ける運命なのになぜ勝てると思ってるのか不思議ってなんですよね。キャラも頑張って作って放送を盛り上げる木村さん、お疲れ様です。あ、小手なしでってなんですよね。どうですかね。あ、顔が怖い、接客不向きやってコカーンってなんですよね。この間の店長集結スペシャルのオカルト店長登場シーン、本当に面白かったですって方いらっしゃいますね。ありがとうございます。 ありがとうございます。木村うるさい、マーシー接客優しいよって方いらっしゃいますね。これ東大阪来ていただいた方ですかね。嬉しいですね。ありがとうございます。接客はね、いいんですけどね、はい、ただ顔が怖いんです。なるほどね、はいはい、まあ、顔は仕方ないですかね、生まれ持ってもんなんでね、はいはい、ラウワンの北斗で28連したって方いらっしゃいますね。ありがとうございます。顔が怖いって損しない、松浦はいつもしかめっ面だしってことで、まあ損する時もありますけどね。おー、どうですか。来たぞ。はい、やろうってありますが、 2D 正規マッチャレンジ。いや、これあ、なんでこれやねん。あ、でもこれも大当たりでしょ。当たりや、カウントが増えれば可能性はありますが、どうでしょうか。20、お、30、うん、これ行くでしょ。赤行きましたね。お、30、剣を出すの可能性がありますね。熱い、
いやこれが木村なんですよ。剣王ボーナス、これ4角度地下ですけどね。そうですね、これ剣王ボーナスもありでしょ。これどうなんですか。一応4中の方が可能性高いですけど、いやー剣王ボーナスは言ったら小当たりみたいなもんなんで、はぁなしじゃないですか。なしだよ、2っぽいってね、言われますよ。通常当たりやろうってやる。いやいやいや、初当たりって言うてるじゃないですか、はい、え、どうなんですかね。いやまあでも剣王ボーナスはね、ほらなしだよね、なしだろ、なしなし、なしでしょ、なしとか。え、そのなしなし言うてるのはコメントですか。そう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 、なるほど、これなしになるパターンやん、はい、どうせ確変ちゃうよって、初当たりなんとか聞いてないよ。あ、じゃあちょっと待ってください、これ、はい、確変やったら復活しましょうじゃん。あ、いいですよ、それはね、はい、許してもらわんと。通常ならなしっていうね、言われてますんで、はい、はい、よし、じゃあバトルモードに入ったらいいよーってね、言ってますよね、はい、はい、木村うるさいよ、僕信じてますんで、はい、行きましょう。ここで2を引くのが木村たるゆえんって言われますけどね、はい、確変だったら次回復活じゃない、通常ならなし、バトルモード見せないとかって言ってますけどね、男は通柄で揃えろよ木村ってね、言ってますよね。ちょっと楽しみなんで、デカプッシュドーン、素晴らしい、素晴らしい、いやーマーシーさんいい感じですね。マックスタイプですからね、やはり、はい、今で4連そうですね、ですかね、はい、はい、通常あたりはほぼ木村っぽい当たり方って言いますけどね。よし、はい、やってますね。どうでしょうかね。じゃあ行きますか。はい、じゃあ剣道で、さあ2回目の剣道対決、時間がやってまいりました。先ほどはね、目にも止まらぬ早技電光石火でね、佐藤の五段さんが、はい、木村さんの、どこだっけ、小手を打ってマーシーさんの小手を打ったいう感じでしたけどもね。あ、佐藤五段ごめん、俺面つけられへん、ね、あごめんな、はい、ラウンド消化しないのって言われますね。前々消化しといてもらってもいいですか。はい、真ん中やってやるぜ、はい、やってやるぜ。前々質問、スターウォーズって核延期じゃないの、電車ポッキーって言われますが、スターウォーズって核延期だっけ、ちょっと分かんない、ちょっと実際打てないんでちょっと分かんないんですが、一応4通引くまでは核変器でいいと思うんですけどね。ただでも核変確率が一緒なんですよね、ヘル99分の1ぐらいで。そうそうそう、なんか特殊なスペックではあるんですけど、そうですね、まあ、でも昨日の大東の放送がスターウォーズやってるんで、はい、ただそれ見てもらったら参考になるんじゃないかなと思いますの で、 です、ね、はい、はい、申し訳ないです、はい、あれもしかして水曜日って年内最後ってやったけど、そうなんですよね、そうですよ、はい、年内は最後の配信が、こんな配信という形になってる、はい、はい、マーシー頑張るね、キムキム赤きた、ね、保留じゃないもんね、外せで時間稼ぎってなってますけどね、ガンタモンお休みでなく、キムキムの家から木村&萌ちゃんのお年玉お年賀配信にしようぜってやってますけどね、どうでしょうかね。あ、やりますか。本当ですか。もうはず、皆さんはぜますよ、そんなんしたら。あ、そうですか、はぜる、はぜる、幸せそうすぎてはぜます。あ、そうですか、っていうことらしいですけど、どうですかね。マシーそんなに怖くないよ。今日はサンタコスプレはなしですかってことで、毎毎ね、今こんな格好でね、打ってますけどね、なぜか一人、打ち合わせもなく、いきなり脈絡もなく一人でサンタコスプレしてるっていうね、はい、趣味ですね。そうですね、はい、とんだ変態女ですよ、はい、そうですね、はい、いや、どうせコスプレしたいんだったら打ち合わせして私コスプレするんで、なんかそれをそういう企画にすればいいのに、何も打ち合わせせずにただ持ってきていきなり着るっていうね、はい、よくわかんない感じになってますけど、まあそういうとこありますからね、はい、はい、はい、よくありがちですよね。そうですね。さあ、ということで、マイマイサンタコスじゃんで、ね、マイマイコスプレしてるんだってやりますけどね。あ、びっくりした、はい、普通に佐藤の五段の剣道を見るのが楽しみってやります。どっちがどっちかわからんかったから、はい、よくおる思ってビクってなってます、ね、こいつって思いましたよ、はい、さあ、はい、じゃあ剣道対決2本目よろしいでしょうか。はい、はい、ちょっと待って、立ち位置をさ、もっと映りたいの、はい、映りたいやろって言って映りたいだろって言って前に出す、よし、いやー、やらしい男、いやいや、もう戦い始まってるんで、じゃあ2本目、はい、いいですか、始め、はい、さあ来い、おらーおらー、さあ来い完全に隠れてますね、あ、来い、完全に隠れてます、あと、おい、やめろやめろ、あ、カリバ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 ゴスタカリバ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 ゴスタおら、いけ、いや、完全に見えますかよ、これ完全に、おら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 、ちょっとやりにくいな、おらおらちょっと、おー、麺が入った、麺が入った、麺が入った、いやもう降参や、やめろ、おぉ、こいつ待てや、待てや、やったこいつ、綺麗な動画入りました、また肌色、また肌色狙ってきた、面とマーシーさんの面と、いやー、佐藤さん綺麗な
ね、礼で締めましたけれども、どうですか。見ました、皆さん。はい、見ました。見たよ。こいつ肘狙ってきましたよ。肘狙ってないでしょ。肘狙ってきました。どう。いや、肘当たったらビクーなるやつ結構あるで。どう、今度狙ってきましょう皆さん。え、いやわ、剣の道ってこういうことなんですね。剣の道語るな。いやー、怖いお前が剣の道語るな。剣道、怖い。ちょっと、ここに歯が怒られるから。カリバ取れた、カリバが カリバ取れた。私のカリバが取れましたよ。カリバ取れちゃいました。あー、完全に取れましたね、カリバね。くそー、カリバの恨み。カリバ取れちゃいましたね。もう絶対許さんからな。あ、今のは逃げてる方が悪いってことですかね。あー、素晴らしいですね。あ、大げさだよ、松浦試してみて。絶対嫌だよね、本当にね。あの、松浦さんとはエンディングで、あの、柔道対剣道はありますね。本当に言ってんの、ざまーって。逃げてる木村おもろいわ。カリバわらわらって。バロン弱いでしょ。行きましょうか、はい、次は股間狙ってキムキムの性はぶち壊したれって、はい、もう毎週水曜日剣道でよくね。なぜ聖なる夜に性を奪われないといけない。いや、本当にそうですね。はい、はい、取れすぎってやったんですけど、ね、はい、ちくそ、カリバ斜めに入った今。カリバ斜めに。木村がマーシーを押してたからなってことで、ね、マーシーさん完全にね、生贄みたいなのされてましたけどね、はい、どうですか。いけにえにされて後ろから来てくれるもんやと思ってたら、はい、そう全く来てくれなかった。佐藤さんちょっとやりにくいなってつぶやいたんですよ。あれね、こう分断されてね、うわ、背中がら空きになるとこやばいなって感じだったんですけど、うん、木村さんは全くそれをね、空気読めずに。やって、あいつ背中からもオーラ出てた。背中からもオーラ出てたってことで、あ、マーシーかわいそうってほら、あ、言われてますよ。あ、そう、はい、そう。じゃあ、次はね、正々堂々戦うことを約束しますんで。この笑顔、はい、この笑顔。はい、背中からオーラ、わら正々堂々と戦いますね。あ、そうですか。まあ、なんせね、はい、まあ、なんせ今また負けてね、はい、あの防具奪われますけど、はい、これきっと核変なので、はい、あのまた復活しますんで。あ、防具復活、はい、だからこのタイミングでやったんですね。はい、じゃあ防具何次取るか聞いてみますか。はい、どうぞ。アンケートで、まあ、ドーメージ復活しますけどね。あ、なるほど。行きましょうか。じゃあ右打ちね。これ予想以上に体力削られますね。どう垂れ、右手左手、うん、とりあえずね、大体ね、どこ取られたら困るかっていうのをね、はい、先週じゃない、前回見た人は分かってるはずなんで、ね、そうですね、はい、では出題したいと思います。胴と垂れと右手と左手でよろしいですかね。はい、はい、では行きたいと思います。ドーンってことで何を取りますかってことで、1胴、2垂れ、3右手、4左手ということで、バロン木村さんから剥ぎ取りたい防具をね、部位を、皆さん投票していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ちなみにでもこの今木村さんが入ってるのが確変だった場合は、はい、一つ防具復活という形になりますので、そうですね、面か今取れたもののどちらかが、おー、星2つ来てますね、これね。来たよ来たよ、ほら、はい、また1個来た。あ、さあ、じゃあ、結果発表したいと思います。投票よろしいですかね。はい、いきます、ドン。銅ギリギリですけども、銅 36.9% 銅を取ってくれということで、今ね、先ほど綺麗な銅を打ち抜かれましたけども、あれを、生身でやってくれというね、リクエストいただきましたんで、ぜひ銅。あっと、しかもこれ通常じゃん。はい、ということで、残念ながら、4通ということが、ね、発覚しましたんで、はい、通常は通ってやりましたね。じゃあ次は、銅と面をなしな状態でね、知ってたってね、木村バーカーって、だってまあ知ってた、やっぱ通常わらわらって言われましたね。まあ、動きづらかったですね。はい、銅が、銅が、あ、そうですか、はい、はあ、月でお願いします、ある意味外さないねーってやるんですね。バロンザマーでやりますね。まあ、あの大体もう次の戦闘プランも考えてますから。ああ、そうですか、はい、みんなやめてあげてよ、泣いてる木山さんもいるんですよって言われてますけどね、うん、はい、知ってたってやりますが、エヴァの発展先みたい。ああ、そうですかね、素晴らしいですけどね、さすがの4通、次はプライベートで食らえってやりますけど、ね、はい、
木村はどうなんかいらんもんねって言われてますよね。まあね、はい、まあ、どうに頼らないんで、僕どうに頼らない。五段さん、はい、これどうやって外すのかな。あ、取れないパターンですね。完全にどう今外しにかかってますけどね。これ熱いんだよね。熱いし動きづらいし、聞いてますか。これ失うのはね、逆に佐藤五段、はい、これピンチですよ。なんで俺はあれか、つけることも外すことも一人じゃ無理なのか。そうですね、これ手がかかる、イヤホンが引っかかって、ああ、はい。はい、よし、はい、さあ、だいぶ動きやすい。はい、うん、ということでね、今、銅がね、綺麗に、取れたという感じですかね。ちょっとこ木村さんこっちに、ね、見せていただいてよろしいですかね、はい、今完全にね、銅がなくなったというのが見えますかね、これね。はい、面もないというね、はい、だんだんね、むき身になってきてるという感じですけどもね。そうですね、はい、どうでしょうか。まあまあまあ、そろそろね、僕が無理でも、はい、マーシーさんが結果出してくれると思うんで、ね、いやーマーシーさんめちゃくちゃ調子いいですね、はい、週来てまたこれ16ラウンドをゲットということですね。素晴らしいですけどもね。シュウ様来た、この復活パターンあるのかというね。素晴らしいです、素晴らしいですね。16ラウンド多いな。お久しぶりです。あれ、イヌイさんは、すいません、イヌイさんは旅立たれました。マーシーさんもむきみって16になるなと、16によるなということでね。16かなり偏ってて、ね、美味しいパターンですけどもね、はい、どうでしょうか。まあ、これも何もかもあれですけどね、はい、顔が怖いからですけど、ね、そうですね、マーシーさんの顔が怖いせいで、はい、台がビビってこう16に、はい、偏らせてるという形ですかね。そういうことらしいです。そういうことです。あ、そうですか。マーシーさん何連って言われますが、今で6連そうですね、ですかね。今5連目ですか。5連目6連目です。6連目ですかね、はい、という形ですね。まあ、この辺はさすがにね、木村さんとはやっぱり仕事が違うという感じですかね。いや、まあ別にね、はい、北斗を連チャンさせるための今日の配信じゃないですから。ああ、そうですか、はい、佐藤五段に引導を渡すための配信ですからね、はい、ああ、そうですか。それは、はい、で言い張ってますけどね、はい、皆さん目的を失っちゃダメです。ああ、そうですか、はい、そうこう言ったらね、来ましたよ、黄色保留が。ほら、お、ほら、これが私のね、緑以上に、ね、なるかというと、類丸なる運命力で、運命力これがね、はい、緑にまずならないね。ならない、緑にならない。いや、北斗連チャンさせる放送ですけど、ね、ここではまあ緑にはならないですけど、ここからね、はい、ここからハローハーカー来たよ。お、これあんちゃん、緑、あ、緑、待てほら、緑保留、これあるんちゃう。木村本当によく喋るな。もう一回保留変化があれば、いや、あるよ。そんな大騒ぎするほどのもんでもないんですけど、実は、はい、バカ緑バカって。いや、緑は当たるでしょ。いやー、どうですかね、テンパしましたね。鶴見最弱は間違いなくキムキムって言われてますけどね。俺この間9連で16ラウンド2回だったわってこといらっしゃいますけどね。まあまあ、そういう場合もありますけどね。第2も舐められるバロン、10連行ってほしいですねということでね。10連行くと、キャラクターが追加されるんでしたかね、はい、はい、なりますね。その辺ね、お見せできればという感じですかね。乾さんはどこに A 点ということで、乾さんは自分のね、新しい世界に旅立たれたという形になっております、はい、バカ黄色バカ木村本当よくしゃべるな、マーシーエンディング見せてねということで、エンディングは20連でしたかね、ラオウ商店ね、ありますけどもね。頑張ります、はい、ぜひ頑張っていただければと思います。みんな北斗を見に来てますってありますね。緑バカ緑バカ緑騒ぐなうるせえ、緑保留好きやもんねってバカ緑保留バカって言ってますね。弱いないなさそうって、じゃあ外したらハギ取りやねってザギ見たいって言われてますけどね。え、緑保留来たからコテも取るの木村って言われてます。いや、緑外れますから選手見たでしょ。緑外れます。ギャーギャー言っといてあっさり外れた時は何も触れないっていうね、はい、はい、お約束のパターンです。緑なんてダメですよねそうですか、はい、木村イラッとするぐらいうるさいけど、あ、ありがとうございます、はい、言われておりますけどね。どうでしょうか。さあ、ということで本日はね、クリスマス一切関係のない、剣道配信ということでね、復活の、剣道配信、佐藤の五段 VS、バロン木村、東大阪マーシー連合チームが、2対1で剣道でね挑むという、全く新しい斬新な剣道をね皆様に、ご覧いただいているという形になっておりますけども、どうでしょうかね。今日はクソ猫来ないのって話だね。クソ猫この辺もう多分来てるんじゃないかなって感じですね。まああれはね、視野が狭いって言うてました、ね、そうですね、はい、危ないんじゃないかなって感じですかね。ミスミス自分で敗北の確率高める必要もないんじゃないなるほどね、ということですね。まああれ被ると
レーン被れないですかね、明らかね。まあ、あの被ってるわけじゃないんですけどね。あ、被ってるわけではない、はい、あ、めんどくさいですね、本当にね、はい、木村赤粉だけで佐藤五段と対決してってありました。懐かしいね、設定を思い出させてるくれる方もいらっしゃいますけどね。そうですね、あの、はい、僕もちょっと考えたんですけど、はい、あのシャレならんぐらい強かったんでね。あ、確かにね、はい、それだけはちょっと佐藤さんね、はい、はい、木村の球を抜いてください。キムキムよりは、俊敏でしょバロンはと言いますかね。あ、猫だけにね、どうでしょうか。北斗って台を追うごとに復活ばかりになってて嫌だわということで、まあサクッと当たってほしいっていう感じですかね。復活パターンっていうのもね、ドキドキはするんでしょうけどもね。確かに一理あるなっていう感じありますね。木村の股間は被ってるのみたいな人、何の話ですかね。ウイグルに負ける剣士郎とか誰が見たいんじゃって。そうですね、木村は被ってるの。ドラちゃんは今日クリスマスパーティーかなーということでね、まあ可能性はありますね。のび太くんとね、静香ちゃんとみんなで楽しんでるのかもしれないですね。そうですね、はい。さあ、あと回しさん終了。おおい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 、復活継続ですね。ビクッとなりましたけども、バロンって家行きしたんじゃないのって言いますが、バロンはまだ家は、あ、行ってないですよ。行ってないですよね、はい、なんとかね、はい、最近ね、はい、結構それ前までは結構 すごいペースでキャラクターがね家行きしてたんですが、はい、バロンは割と長続きしてる。そうですね、感じですかね。墓まで持っていこうかなって、言うてましたよ。気に入ってる、はい。さあ、木村さん、ランブじゃない、ランブ来ましたね。ロゴ落ちありなんで、はい、あるいはというところですが、あ、これ結構熱いんですか。まあまあまあってところですか。どうですかね。あ、なるほど。あ、20は弱いですね。え、なんですか、強いんですか、弱いんですか。弱いです。弱いんですか。はい、なるほど。出る前は北斗圧勝だと思ったけどエヴァガの方が客付きよねということで、あ、まあバックスペックね、北斗の剣とエヴァナインとありますけどもね、それ見てもちろんエヴァナイン、導入済みという形で、はい、何台導入されてますか。はい、12台で、2台が1パチにもあります。なるほど、合計14台か。14台、はい、エヴァンゲリオン9導入されてるということでね。もっとかな、もっと、いや12台、いや、はい、確かに、あれ台数忘れちゃった。あ、14じゃない、もっとあるんかな。14、50ぐらい50ぐらい50ぐらいありますね、はいはい、ぐらいあるということでね、はい、やっぱ、はい、あの調べたら50台ありますね、はい、超大量導入になってますので、はいはい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、はい、あ、10分になったよということで、そうですね、どうしますか。1時10分ということで剣道対決またですか。行きますか、やりますか。はい、そろそろあれですね、前回もそうやったんですけど、はい、あのお尻が重くなってきますね。あだんだんとね、だんだんとね、よし、はい、よしやろうか。五段さんは休みの日はどう過ごしてるんですかって言われてますが、休みの日はですね、はい、前回も質問あったんですね、はい、休みの日は、はい、一人で映画館とか行ってますね。お、映画、はい、どんな映画見られるんですか。何でも見ますね、何でも。面白そうな、もう恋愛系からホラー系から、わ、邦画洋画問わず、邦画洋画問わずですね。へえー、っていうことらしいですけどね、はい、なんか最近見た映画で面白かったとか何かありますか。ゴジラですかね。洋画の、はい、ねえ、まあ、そこまで面白くはなかったんですけど、あれ。あ、そうですか、はい、そうですね、どうですかね。お、マーシー潜ってそうって、ね、言われてますけどね、どうですかね。まだ今無双入ってますけどね、だいぶ出なくなったようなバロン全開って見せてね、今日松浦家サンタクロース来ないのってことで、いや来ますよね、子供が待ってますんでね。あのジャガーあげるんでしたっけ。いやいや違う違いました、はい、ドンキホテ出身バロン、ヴィレッジヴァンガード所属のバロンって言われてますけどね、間違いないですね。お一人様上級者って言われてますけどね、かもしれないですね。木村が動きやすそうということで、はい、相当、ね、動きやすいですよ。そうですね、はい、はい、身軽になったということでね、まあ、その分機動性を生かしてね、戦うことができるかというところですけどもね。マーシーさん、今度は何か作戦ありますか。今度は、はい、真っ向から向かっていこうかな。お、逃げずに真っ向から向かっていく。今ちょっと僕の方向かってきてビクッとなりました。どうですかね、真っ向から向かっていく宣言ですけども、あんだけ台も当たってるんで。そうですね、人たち当ててやろうかと。そうですよ、はい、ちょっとそうなんですよ、ここで一矢報いたいと、
言ってますけどね。いや僕ねちょっとねさっきまで姑息なこと考えてたんですけど、やっぱそれが一番大事ですよ。はい、これ、うん、いいフラグ立てましたね、本当に、ね、今ね、はい、ナイスフラグを今立てた瞬間ですけどね、はい、やっぱり、ね、向かう勇気とか、はい、あの見てる人らに、はい、この聖なる夜でだからこそ、はい、向かってく勇気とか、はい、姿勢とか、はい、そういうのを見ていただいてね、はい、明日からの活力にしていただけたらと。なんてあざあざって言ってますけど、ね、はい、カリバがふわふわしてる、はい、男だし当たって砕けろって、ね、そう何考えてたんだよ、なるほど、はいはい、そうですよ、はい、行きましょう行きましょう、はい、さあじゃあ剣道対決3本目、はい、ちょっと待って佐藤五段そこあくまでもね、いや対面してるから、はい、あれなよ、お対面するんじゃなくてこう三角形でそうそうそう行こうと、そういやーこれ佐藤さんやりづらそうですね、うわちょっとこれはあれですね、やりづらいですね、やりづらいですね、いやー木村さんが後ろからいきなりもうなんかやらしい目で狙ってますけども、こっち向いてはるんですけど大丈夫ですか、どうですかね佐藤さん、これはやりにくそう、あとカメラも撮りにくいさあじゃあよろしいですか、はい、はいはい、じゃあ剣道対決3本目始め、さあこれは佐藤さんやりにくい、いやしかもマーシーさんがいい動きしてる、マーシーいけ、マーシーさんの動きがいい、マーシーさんの動きがいい、よし、お、よし、さあこれで少し動きやすくなった、しゃ、よし、はい、木村さんは相変わらず空気は読めてない、場所取りが分かってない、いや、よし、お、あー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 、さあ木村さんはビビッと動けない、あー、ちょっと、しゃ、やめろ、固定、やめろ、見えない、やめろ、見えない、やめろ、今、やめろ、何今、やめろ、景品気をつけて、景品気をつけて、はい、さああとはむきみ、むきみ、むきみの木村さんが、どこを狙う、どこを狙う、どこを狙う、やめろ、おっと、おっと、おっと、すすす、おっと、おっと、どう、どうが入った、固定、固定今、固定、これ、これふわふわやんこれ、あいつふわふわなとこ狙ってくるこのふわふわなとこ、こうふわふわなとこ、あーここ、いや全然見えないわ、どこ狙ってるかとか、いやーまたね綺麗なね例で、終える、佐藤さんですけどもね、マシーさん結構良かったんじゃない、でもはい頑張ったんですけど、いや結構ね前に行く雰囲気はすごい感じられたんですが、はい、誰かと違って、いやいや僕は終わったからね、そうですね、うん、ほらそうですか、あれちょっとあれですね、回数重ねるごとに、はい、だんだんとやりづらくなって、やりづらくなってますね、はい、なんかねマーシーさんが動きが良くなっていって、こう佐藤さんがちょっとやりづらいなみたいなね、うん、感じはあるんですけど、そこで木村さんがこう反応が悪いというか、位置取りが悪すぎてえでもなんか2回ぐらい危ないやつあったやろ、よから、よからピーっていったやろ、あよから、はい、あれすごい勇気だし。はい、ということで、まあ残念ながら今回も、勝てる勝つことができなかったということで、じゃあ木村さんね防具を取るということで、もう取るとこなくなってきたんじゃない？そうですね。はい、すごい勇気出して笑わらわら。くそ。結局ね、はい、どの防具外れてもね、はい、防具外のとこ狙ってきよるからねこれね。まあ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 。はい、悪魔ですよこいつ。いやでも今の固定は優しさなんじゃない？はい、どうとか面とかね行こうと思えば行けたのに、はいはい、優しいなーって俺は思いましたけどね、いやどうとか面とか行かれた時、はい、それは僕がいなくなる時ですから、ああそうですか、はい、皆さん舐めてますよこの男の戦闘力を、最後にね、はい、なるほどね、さあ行きますか、まだ1時15分なんですね、そうですねまだ意外と時間はたっぷりあるということでね、なるほど、はい、とりあえずじゃ あどれを外すかアンケートねまた行きたいと思いますんで ね、 そうですね、よろしいですかね、右手、タレ右手左手ということで、どれを取るか、アンケートで、ね、ぜひ入れていただければと思いますのでよろしくお願いします、ちょっとあれしません、はい、外れるペース早すぎません、外れるペース早い、うん、どうしますか、じゃあいや負けるのはいいんですよ、はいね、実力なんで、はい、はい、ただ外れるペースが早すぎるんちゃうかな、いや、それなんかルール変更を要求してるようにしか聞こえないんですけど、いやいや僕はね、はい、僕ははい、いいんですよ、僕はいい、僕は負けたんで僕外れるだけなのでいいんですけど、はい、システム的に、はい、この番組的にどうなんかなって、いや別に番組的にも問題ないですよね、いやいや
あっとなんてことや。サンタさん来ましたよ。メリークリスマス。ちょっと待って、予想外の展開で、予想外の展開で一番ぽい人が、はい、ちょっと待ってね。おーということで、すいません、今日3カメ全部今使ってるんで、ここのカメラしかないんですけど、聞こえますか、サンタさん。どこ。聞こえますかね。メリークリスマスということで、店長サンタということで、どうも、ノリノリ店長。ドラえもん店長の方がいいですか。どっちでもいいということで、もう今日は見事なサンタ姿ということで、すいません、はい、わざわざかゆい、すいません、サンタさんの格好で来ていただいたに申し訳ないんですけど、今日クリスマスと一切関係ない、企画やってるということで、クリスマス感全く関係ない企画ということで、剣道です。水曜日がうまいことイブにぶち当たったのに、そうなんかするかなって俺も思ってたんですけど、今回の企画を考えた木村さんのアイデアで、イブとかクリスマスとか一切絡まない企画っていう。あ、そう、はい、店長も剣道しますかっつってしませんつってするわけがないとね言われてますけどね、はい、ノリノリサンタ来たーとかね言われてますよね。メリークリスマスメリクリってね言われてますけどね、じゃあノリノリ店長とマイマイ剣道しようって何の組み合わせなのかよくわかんないですけどね、でも盛り上がってるよ。腹黒サンタ降臨ね。ドラえもん店長もコテ食らってって言われてます。剣道してたんですね今まで。はい、そう、剣道してました。はい、はい、木村さんがねいい感じにボコっていただいてるというね、あの感じですけどね、はい、どうでしょうかね。ノリノリ店長20日森口店朝忙しい中写真&ホームページありがとうございましたということで、こちらですかね、20日に行われた、店長軍団の、臨店に、来ていただいたお客様ですかね、で写真撮っていただいたお客様ですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんこれ結果発表しなかったので申し訳ない。いきます。お、右手を取ってくれというコメントが多かった、アンケートが多かったんで、外れる防具ですね。はい、忘れてました、すいません。うわ、右手を、すいません、忘れてました、申し訳ない。右手を、あ、右手ですか。はい、あ、まあまあ狙ってくるやろうなと思ってます。取るという感じで次はお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、何右手の防具を、右手を取るって何、右手の防具を、負けるたびに防具がこう剥がされていくというね、ルールで、はい、やらされてやるんですけど、右手は取らんでいいのね。右手は取らなくて右手の防具をね、はい、コテを取るというね、風に決まりましたんで。なるほどね。これよく考えたら負けるごとに装備が弱くなるって大富豪システムだよねこれね。そうですね。ね、ですよね。で、なのでここで一回一石を投じた方がいいんじゃないか。お、今なんかキャラクター何でした？はじか星人ですね。はい、あ、ですよね。プレミア？はい、7点プレミアです。ですね。でっかい。マジカ星人、おめでとうございます。プレミア来たということで、素晴らしいマーシーさん、今日は第2見せまくってますけどね、はい、そろそろ剣道の方でも見せたいと思って。お、欲張り、ダインも剣道も見せたいというね、アグレッシブですけども、今プレミアですよね、今ね、マジカ星人、プレミア引いてドヤ顔で振り返った顔が殺し屋みたいな顔してましたね。顔怖いですからね、うん、はい、びっくりしました。そうですね、クリスマスだっていうのに。そうですね、クリスマス感全くない配信になっておりますね、うん、本日もね、殺し屋が北斗打ってますからね。いや本当にそのね顔の怖さですけども、いや、はい、でも今日は台は本当にマーシーさんめちゃくちゃ見せてますけどもね、素晴らしい。今まで8連ですかね、結局つながってて8連ですからね、はい、素晴らしいですね。なんか出た、また7点ってねやってますよね。おお、7点って、あ、塩垣店長サンタ可愛いってやってますよ。ただね、はい、痒くて痒くて毛がねもそもそしてね、うん、今日はこのまま家帰りますからね。あ、今日はいいですね、お家に帰って。そうですね、子供さん寝てるところにプレゼントを渡しに行くと、うん、しないとね。なるほど、と、うん、いうことで仕事もプライベートもね、サンタさんを有効に活用していくスタイルという感じですかね。そうそうそう、はい、なっていますね。木村は右手の防具じゃなくて右手を取ってほしい。佐藤五段、右手が取れるぐらい固定入れろって指令出たでーって言われてますね。あの視聴者方は何なんですか、はい、どの X に好かれるとしてませんか。そうですね、完全に過激になってますけどもね、はい、マーシーすごいね、プレミア引いたってことはキムキムハギ取りじゃないのってね、勝手にルール変えてる方がいます。どうやっても私を沈めたいみたいですね、はい、そうですね、パパさんするのね、はい、そうですね、いいパパ、今日はドラえもん店長暴走しないのって言うんですよ。今日はね、はい、聖なる夜なんでね、はい、聖なる夜なんで、なるほど、サンドさん、松浦家もよろしくって言ってます。嫌だ。嫌だ。早いね。即答なの。はい。いいサンドさん。松浦さんもなんかしないの？いや、うちは、サンドさんの格好はしないですけど、
まああれですよ、ベタに欲しいものをね、お手紙書いたら持ってきてくれんじゃねえのみたいな。はい、つまんね。なんでなんでなんで、別にサンタさんの格好しなくてもいいじゃないですか。ダメ、なんかそれを生放送で配信するとか、はい、しましょうよ。嫌ですよ、子供の顔映っちゃうじゃん、そんなの。松浦さんのお子さんのリアクションをニコ生で配信するとか。絶対嫌だよ。しましょうよ。絶対でしょ。じゃあノリノリ店長の家からまずやらせてくださいよ。いやいや嫌なんじゃ、嫌なんじゃん、自分だって。いやいや、じゃあ木村さんと萌えちゃんの、木村さんと萌えちゃんだったらいいじゃん。いや、まあまあ、彼女に夜のサンタするらしいです。はい、ドラちゃんちはね、やりますよね。松浦、靴下の手元に置かせてないのか。だから靴下を置かせてないですね。でも麺もどうも右手も取ったら1本取られたら直接食らうのか大変だなって、なんか人ごとみたいなことコメント来てますけどね。そうですね、まあでもここまで過去2回ぐらいは直接入ってますからね、ゲーム、はい、そうですね、はい、バッチン入ってましたからね。関係ないですね、はい、関係ないんだ。前々はコスプレしてるのに松浦は普通に置く。松浦さん、娘の枕元にデスソースを置いておくんなら置かないよね。キムキムは、彼女に夜のサンタするらしいですよ。萌えちゃんにプレゼント持っていこう。ピンキーリングだってよ、キモーってね、やってますけど、ね。はい、ありがとうございます。松浦さんの愛犬は元気ですか？元気です。生の6時間って知ってる。次何時から剣道ということで、次は半？あと7分後。マジですか？早い、はい、あと7分後剣道対決始まりますんでね。適度に時間を取って試合が開始されるわけですね。そうですね。20分おきに、剣道対決始まるというルールになってますんでね。はい。30分だねということで、そうですね、次30分で、始まりますので、それまで少々お待ち、北斗の拳で、ね、お楽しみいただいてお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、またこれマーシーさん転敗してますが、はい、あ、ザギーですね、どうでしょうか。ケンとザギーだったら比較的勝ちやすいんですけどね。あ、一応これでも強攻撃ですね、羅漢撃。どうでしょうか。マシ絶好調だなってね、ますよね。店長、格闘技経験ありますかってやりますか。格闘技はないですけどね、あの、はい、水上の格闘技と言われております。ボートレースなら何度か何度かって、それ自分がやってたわけじゃなくて、あれでしょ、あの船券を 買ったことがあるってことですよね。はいああってことらしいですよ。乗ってたわけじゃないですよね。はい、あ、買いに行ったことがある。はい、あっていうことらしいです。勝負しです、はい、じゃあいいんじゃないですか。ボートレース VS 剣道で今日ちょっと対決してみたら。やりますかなんで急にやる気になるのかですかこの振りでなんでやる気になるのか誰も予想してなかったびっくりした。いや、急にやる気になってますけどね、はい。まあ、賞金を買いましたとかね、やってますけどね。あ、マシ絶好調だな、マシいいなってことで、素晴らしいですね、はい、もう9連ということで。そうですね、はい、これほんまにエンディングいけるんじゃないですか。いや、実感的にどうですかね。剣道せずにずっと打ちっぱだったらいけるかもしれないですけどね。はい、とりあえず10連いけばキャラクター追加できますんで、はい、はい、この辺画面表記で7、はい、ボーナス7になってるんで、あと3回あ 7? だから、そうなんだ。出玉ありが7回です。ああ、なんですかね、はい、もうちょっと頑張っていただければ、キャラクター追加、はい、エンディングまでね、いけるかもしれないという感じになってますね。じゃあもう剣道せずにこっち映しといた方がいいんじゃないですか。そうですね、マーシーさんは別に剣道しなくても今日は。いやいやいや、違う台で見せてるんで。あの、全員剣道自体なくていいんじゃないですか。あ、剣道なくていいんですか今日。いや、いいですよ。エンディングみたいですよ。木村さん剣道なしでいいんですか。はい、僕大丈夫ですよ。あ、そうですか、はいということで、木村さんの、一存で今日はもう剣道なしになりましたので、皆さん、申し訳ございません。本当に申し訳ございません。私としてはね、剣道をぜひ見ていただきたかったところなんですけど、うん、木村さんの一存で本日は剣道なしというふうにね、今決まりましたんで、申し訳ございません。あれですね、クソですね。え、クソですね。何がですか。言い回しが、言い回し、言い回しがクソですよ。うん、事実を端的に述べただけなんです。いやいやいや、木村さんの一存で、本日は、木村さんの鶴の一声でね、本日は剣道なしというふうに決まってしまいましたんで。いや、やりましょう。剣道やりましょう剣道やりますよ。剣道やる、剣道やります。やりたいの。やりたいっす、うん、だってキムキムだけやればいいじゃん、うん、木村がやめたいんだろう。あの、一人の剣道って何なんですか。やっぱ木村ってクソ勝利ですよ、それ。はい、やれてますけどね。ああ、賞金を荒れたような5万ついった、はい、あ、そうなんですね。夜の格闘技なんか今日冷たいね、はい、昨日の杉原すごかった、感動した。マーシー当たり引いたから防具つけていいんじゃないの。え、どっからそのやる気なんだよってね、やりますよね。
ノリノリ店長有馬記念買うんですかということで、競馬はどうなんですか。競馬しないですね。ああ、分からないということで、なるほどということらしいですけどね。神戸中央ロスロット館の、ね、森店長はね、競馬大好きと言われてましたけどね。あれ、終わった。終わりました。あら、ただこれ3回繰り返してずっと復活してるんで。そうですね、はい、なんだかんだ言って無双から復活を繰り返してるん で、ね、まだちょっと期待したいところですけどね。はい、あ、でも尾形あらーってね言われてますけどね。どうでしょうかね、あれ回しって完全にオカルトだけど、核変の頭で強い相手を倒すと連チャンするよねってことは、まあ分かりますねこれね。最初に強敵倒すとなんか繋がりやすいみたいなのはなんか確かにありますよね。ファルコとかねってことですね、木村 VS 佐藤の5段だけでするって言われますよね。タイマンですか。タイマン、タイマン、マーシーはパッチ宣伝でもう、ねね、マーシー剣道中店長を打とうって言われますね。あ、それはいいかもしれないですね。水曜の2部はノリノリ店長の SG 予想しましょうと言われますよね。じゃあ木村と佐藤の差しで、木村はやらないってね言ってますよね。ダメだろう、異種格闘技戦はアンケでしょう、木村だけ剣道しろって方もいらっしゃいますけどね。キムキム、今日はこれぐらいで勘弁しとったるわ。あ、優しい方もいらっしゃいます ね、はい、そうですね。この流れはなんか怠慢でボコボコにされる流れですね。そうですね。まあ別にマーシーさん巻き込まなくても木村さんがやられればみんな満足みたいな感じなんで、これでいいんじゃないっていう気はしますけどもね。木村が打たれるのが嫌なだけなんだろうってね。逃げたな木村ってやってますけどね。木村萌ちゃんに男見せろよって、マジか、キコーナ行くのやめるわって方もいらっしゃいますよ。木村さんが剣道しないんだったら。いや、剣道はやりますよ。あ、剣道はやりますけど、剣道しなんぼやろ。タイマン、タイマンは違うじゃないですか。え、タイマンは違うじゃないですか。やらしてくださいだろって言われますよ。でも自由すぎる配信だからいきなりやめるってもありっちゃありだよとか、なんかね、こう空気読めすぎてる方もいらっしゃいますけど、ね、そうですね、タイマンだけは避けたいですね。ああ、そうですか。もう何でもかんでも自由だと思うなよ。そうですね、こうやって怒られるんですね。店長が怒ってますよ、はい、怒られるとか怒られる。そうですね、これが自由のあり方です。なるほどね、はい。あ、今気づいた、松浦鬼だよと、まあ間違いないですね、はい。木村とノリノリ店長変わって、木村は一人で素振りしてろって言われますね。はい、明石家さん誰が見たいんですか。はい、ノリノリ店長、大晦日賞金女王買うの。なになに賞金女王、これあれボートレースですかね。あ、大晦日にあんの。はい、忙しいですもん ね。 あね、ちょっとね、お忙しいですからね、なかなかその時間もないかもしれないですよね。ドラえもん店長が指導したコマコマ企業理念は指導しなかったの、これどうですか。 あれはね、もうコマコマ、まあ、ネタですよ、ネタ。あ、別にあの本当に言えないわけじゃないとだと信じている。あ、どうなんですかね、うん、その辺は俺はノーコメントにしておきますけどね。ネタですよ、はい、うん、どうでしょうかね、止まってないと。そうですね、質問ですが、今年一番期待通り働いてくれた機種を教えてって言われてますけども、東大阪店店長として、まあ今回期待通り入れてよかったなっていう機種なんかありますか、うん、ガロさんじゃないですか。あ、ガロ金色、はい、まあ調子良かったというか、まだ今でもめちゃくちゃいいですもんね。そうですよ、はい、うん、ガロさんはね、どこのホールももっともっと多分導入したかったと思うんですよね、はい、そうですね、入れれるならもっと入れたかったっていうね、うん、お店多かったんじゃないかなと思いますけどもね。も数には限りがございますから。そうですね、うん、無限にね台も作れるわけじゃないですからね、ある程度ね、台数、決めてという感じだったんですけども、まあ、それぐらいでガロは、大人気という感じですかね、うん、まあ、打ったっていう方もね多いんじゃないかなと思いますけどもね、うんうん、はい、ということらしいんで、ぜひね、参考にしていただければと、まあ、年末らしい話題ですけどもね、はい、あ、とか言ってる間に1時30分になりましたんで、どうしますか次の戦え。またこれマーシーさんいい感じに続いてるし、ね、星も溜まってるし、はい、これいや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 潜ってるっぽいですね。そうですかね。ですかね。じゃあまあここら辺で終えていきましょう。行きましょう。まだ行く。続きは剣道の後で。そうですね。行きますかね。はい、あ、修学店長こんばんは。サンタ姿に似合いますね。似合いますね。木村剣道勘弁したるから松浦と柔道対決でいいよ。いや、柔道は嫌ですね。柔道嫌ですね。なんで？いや、あれあれじゃないですか。制されるじゃないですか。制される。制されるじゃないですか。制されるってどういう、はい。一人で稼働でもいいぞ。一人で稼働。しめやかに行うやつはちょっとそうですね。これ左と腰ってこれいります？僕なんか一番いらないんじゃないですかこれ。全部取る？いや、何言ってるんですか。マジマジで左ある幸せを今噛み締めてますよ。ああ、そうですか。やっぱいるんだ。やっぱいるんだ。今まで散々自由にやってきた人が何でも自由じゃないってなんだよ我々はってやってますけど。確かにね、はい、よし、ドラえもんだっただろうみたいな。まあ自由の代償やって、ドラえもんでね、好き勝手やってきたじゃん。うーんって、ただの自由ですからね。ああ、ただの自由ですか。そうですね、あのコマコマさんはガチだろうね、剣道しよう。
バロン全回転見せてくれたら許すってね言ってますけど、やっぱガロかっていうことそうですね、ネタなのほぼガチにしか見えないけど復活怠慢だよな、店長はなんで最近ドラえもんじゃないの、しゃべりたくなったのって言ってますよ。あー、その質問来ちゃいました。はい、説明しよう。はい、メイクする時間がないんだ忙しいということでね、うん、はい、なってます。意外と時間かかるんですよあれね。そう、はい、結構丁寧にね撮るのもね、撮るのも時間かかる、はい、もう早く帰りたいから僕もね、終わったら早く帰りたいから。メイクしてない時はね、いや今日はメイクしてないから早く帰れるって、ね、そう本当に嬉しそうな顔で言ってますからね、うん、はい、剣道木村って松浦の投げ技みたいで書道する、刑事はノリノリ店長期待できそうって言ってますが、花の刑事、新花の刑事はもう店長見られたんですか。まあ見ましたよ。どうですか、面白かったですよ。いけそう、うん、と思いますけどね。なるほど、当たってほしいなと。なるほど、まあ、願望も込めて、スペックはガロみたいなやつですしね。そうですね、うん、願望も込めてという感じですかね。そう、ぜひね、まあ、導入されればまた告知させていただきますのでご期待いただければという感じですかね、うん、はい、ということで準備 OK ですか。はい、はい、OK です。さあ、ということで剣道対決、これ4本目でいいんですかね。はい、はい、木村さんの防具が、面と胴と、あれ手つけてるあれ、おい本当に怒るぞ左手、あ、右手か、右手を取れって話だと。不正発覚、分かりやすい不正すんなこの人。うんと、シャイフォー、はい、ということで、おい左手も取れ、左手もペナルティペナルティ発動。いやいや、もう左手だけは、はい、左手だけは、お願いします、左手だけは。うるせえうるせえな、解雇って不正は関係です。いいですか佐藤さん、これでいいですかこの状況で。はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、では、まあ、佐藤さんが OK っていうんでね、じゃあこれで右手を狙ってください。はい、お願いします。木村バーカーって、ちょっと動き早いから、今装備薄いから、俺こう、こう、まあ、周り、この子さあ、なんか作戦会議してますけど、作戦立ててましたね、はい、どうですかね。さあ、しょ、それは剣道対決4本目しゃいくぞ、始め、しょ、よし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 、まず相変わらず、よしマーシーさんが、マーシーさんが相変わらず、よしいい動きで、はって、そこそこ牽制して、アイス、木村さんが、木村さんが意味ある、そのちょこんと手出す。いい連携、いい連携。今のはいい連携でしたね。マーシーさんの動きがいい。マーシーさんの動きがいい。はい。ああ、面が入った。やめろだ。綺麗な面が入りました。やめろ。床パチパチを真似してるんですけどね。そうですね、あんまり意味はないですね。威嚇にしかならない。入っちゃいました。もう毎週いて毎週いてわ。いやでも今マーシーさんがね、佐藤さん、今マーシーさんがいい動きしましたよね。そうですね、木村さんがちょっとちょっかい出した時にこう、佐藤さんの注意が木村さんに行った瞬間、ね、マーシーさんがシュッとこう、はい、ガッと来ました ね、来ましたよね、はい、で、ま、佐藤さんすごいのがそれにね、ビクッと反応して、はい、きっちり合わせてきたんですが、そうですね、残念ながら、木村さんがその後続かずという形で、パパーンってやった時にね、はい、こっち一回フィッてやってきたんですよ、フィッて、はい、100倍怖かったプレッシャーが凄まじかった、うん、あ、こいつ怖えって思って、佐藤の五段さんかっこいいってバロン最低って言われてます。ありがとう、はい、いい音がしないからもう一回。マーシーは健闘でしたね。そうですね、マーシーさんなかなか、まあ、彼青龍刀とか拳銃とかだったらもっと強いですよねチャイナマフィアみたいなね、はい、感じだったら市内の軽さに慣れてきましたね。あ、だいぶ市内の軽さ、はい、ね、あ、ちょっと自分の武器が軽すぎると、はい、あ、普段真剣ですから。なるほどなるほど、もうね、鋼鉄のね、こう曲がったね刀を持ってますんでね、うん、なるほど。途中カット行った時にこっち向かれて死んだと思いました。やばい、殺されたと言われます、ね、こいつはそういう力持ってるから、ね、なるほどね、うん、あ、素晴らしいね、佐藤さん実力ですけども、ありがとうございました。ということで、これまたじゃあ木村さん負けたんで防具タレか左手か外すという感じで、もう左手でいい、もうこれ聞くまでもないでしょ別に。これあれじゃないですか、一応アンケートしましょう。いや、いらないでしょ。タレ取れっていう人いないんじゃないですか。いや、わかんないです。服脱げ。
ああ素肌で、うん、いやそれじゃあざつくじゃないですか、見たいな、ふんどしで剣道してるとこ見たいな、ふんどしつけてないでしょ今日、ふんどしで剣道してる絵面絶対面白いですよ、100歩譲ってこの季節やめましょう、はい、この季節な、季節が悪いです、はい、パン一やな、来週か、はい、早回さな、エスカレートしていくからこの方々がエスカレートしたらもう誰も止められへんから、どうしますか、アンケート一応する、ほらでもコメントでもふんどしになれってガロみたいに言われてます、金色になれみたいなふんどしになれそれはもう命令じゃないですかいやふんどし持ってきてないですからね今日ね、あ今日は残念ながらふんどしは持ってきてないということで、はい、あってことらしいですよノリノリ店長、はい、次回にしますじゃあ、え次回にして今日は今日だから防具を1個復活させて、はい、次回ふんどしにしましょう、2015年ですか、え防具復活させる、はい、意味がちょっといやふんどしやったら、はい、リスキーじゃないですか、はい、だからその分防具1個復活させましょうって、うん、それでバランス取りましょうよっていう、いやちょっと何言ってるかよくわかんないけど、うん、あいつ何、そうですね、はい、どうしますか、じゃあとりあえずアンケート、まあ、タレと右手でいいですか、行こう、はい、タレと右手 ね、 そうですね、はい、どっちを取りますかということで、1タレ2右手ということで、もうこれ聞くまでもないんですけどもね、はい、多分みんな2位だと思いますんで、まあわかんない、はい、結構あれですからね、木村ファンもいるはずですから、あそうですか、はい、あふんどしなら面倒つけてもいいっていうね、大改案を出していただいている方もいらっしゃいますけどね、ふんどしなら面倒つけて、変態じゃないですか、変態じゃないですか、ふんどしで面だけとか相当いいっすね、相当面白そうですよ、それ見たいな、なんかリクエスト来てますけどね、見たいなっていうね、ハイソックスだけは残しとくみたいな、そんな感じですよねそんな感じですね、見たいな、全裸ソックスみたいなね、見たいな、はい、それ感じですけどね、2015年も楽しみですな、そうですね、はい、ということでじゃあまずこれ結果見てみたいと思います、ドーンってことで、あ 81.1% 右手ということで手をね取るという形になりましたので、ね、はい、じゃあ次はね、両手なしということで、はい、わかりました、はい、お送りしていきたいと思います、まあ、むしろその左手だか、左手すいません、タレが 19%、はい、いたんですね、 19% いましたね、はい、タレを、はい、今動画見てる 19% の人はあの、はい、木村ファンだとかもしれないですね、そういうことですよね、はい、いやありがたい、手は残しておいてあげ て、 っていう、ね、はい、ありがとうございます、はい、なんですけどね、あ佐藤五段王者の風格ということで、ね、そうですね、間違いないですけどね優しい戦き方、わらわら、ありがとうございます、はい、木村邪魔してるだけじゃんってね、松山もちょっと竹刀握ってみて、佐藤の五段次最後だからバチコーン行ってねーってやつですね、おっと、はい、いい音立ててってね、やりますよね、うん、はい、ちょっとぐらい怪我してもね、明日までには治るでしょう、はい、そこでね絶対治らないでしょ、全治1日だったら大丈夫ということでね、はい、OK が出ましたんでね、はい、上司から、OK が出ましたんで頑張っていただければと思いますまるでモヒカンやん、竹刀がかるよ、わらわら、なんで清流と扱ってるやつが日本にいるんだよ、ね、はい、服もアンケートでいるような、ふんどしになれ、ね、脱いどけって言われてますけどね、はい、ね、まさか今年になって脱げ脱げ言われるとは、差し歯取れよ、ね、取るの服も入れようって、ふんどし一択って言われます、差し歯を取るってシュールですけどね、差し歯ね、さっき取れたんですけどね、今一応またすぐ入れたんですか、そうですね、はい、自力で入れたということで、ね、はい、なんとか復活はしました、ね、なるほどということですけどね、頭に巻いてるのふんどしにすればって言われてますけどね、まあ、それも一つのアイデアではありますけどね気づかないでしょ誰もですかね、どうでしょうか、上半身裸でいいんじゃないって言われてますけどね、ドラえもんが好きです、でも素顔がもっと好きですって方もいらっしゃいますけどね、うん、ありがとうございます、嬉しいですね、ドラえもん店長怒ってリアルに怒って命令してくださいって言われますけど、カメラ止めてからね、そうですね、うん、カメラ映ってるところではね、さすがにね、はい、タレに入れてあげましたって方いらっしゃいますね、ありがとうございます、ありがとうございます、押し間違いだろう、ありがとうございます、2割の方ですね、そうですね、いやありがたいですね、早押しと思って内容を見ないで一応押しましたっていう方もいらっしゃいますけどね、まあ、早押しじゃないんで、ね、早押しじゃないんでね、はい、ぜひねじっくり選んでいただければと思います、バカだな、タレ取ったら股間狙われるんやで、ああそうなんですね、なるほどね、1パーを引いていくスタイル、どういうあれですか、はい、どうなんですかね、スロットで期待通りだった機種はやっぱりザグラーって言われてますが、スロットで良かった機種って何かありますか、期待通りっつうか、期待以上だったのはマドカマギカですよね、マドマギ、もっともっと何ですかね、短命というか、うん、予想だったんですが意外と長持ち、うん、
まだ、東大阪は20スローにまとまりはあります、あります、まだありますよ、あるということで、うん、鶴見は5スローにもありますよ、ね、あ5スローにもあるということでね、あ鶴見にもありますよ、あるということでね、はい、まあ、まだまだ全然動かしてる台数ね、かなり多いんじゃないかなという感じですけどね、まとまり良かったという感じですかね、うん、どうですかね、スロット結構いろいろね、ハーデスもそうですし、バジキズナとかね、いろいろ今年は結構名機って言われるね、選手出たんじゃないかなっていう話ですけどね、番長もありますね、あ番長、サラリーマン番長もそうですし、はい、エウレカも今年だっけ、あれ去年だっけ、エウレカ2は去年か、エウレカ去年ですね、去年11月とかじゃないかな、ね、去年のクレアだと思います、はい、ね、まあでも活躍はもう2年分ぐらいしてますよね、あね、はい、エウレカ大好きというね、はい、方もいらっしゃいますけどね、あれで終わるので、あと10分ぐらいで試合開始ということで、そうですね、短くないですか、短くないですか、あと10分ぐらい、マーシー通常で、タレに入れたけどファンではない、ね、ウイグルの衣装でもいいよ、どなたのシールあるの、今のパターン、耐えれないですね、はい、何ですか、タレに入れたけどファンではない、タレに入れたけどファンではないという方いらっしゃる、今の耐えれないスキルで、あそうです、はい、気をつけてください、はい、純粋にただタレを取りたいという、そうですね、はい、いうコメントですけど、はい、はい、ドラえもんシールあるのということですが、各店舗の気候のチャンネルの店長さん、自転車キャラシール作ってるっていう話なんですが、実はね、はい、実はもうかれこれ半年ぐらい制作に入ってもらってるんですよ、はい、で、まあ、上がってくるラフ、はい、ラフを僕がボツにするんで、はい、なかなかまだ完成しないですよね、なかなか納得のいくデザインが来ないと、あのディテールへのこだわりがくどいんで、なるほどなるほど、なかなかね、仕上がらない、かなり細部までこだわってるということで、ちょっとね、目元が怖いよとかね、あなるほど、そういうケチョッカつけてるんで、なるほど、ぜひとも出来上がったら、はい、皆さんにも公表したいなというふうに思いますね、なるほど、もう少々お待ちいただければという感じですかね、はい、ウイグルの衣装でもいいよ、でも今日米数多い、今日ですね、ハーデスでしょ、まとまぎ面白いという方いらっしゃいますね、絆はということで、まあ、その辺もね、今年代表するティッシュですかね、ですね、店長のポスター今日はないのということで、店長のポスターって何ですかね、ニコ生のあれ、ニコ生の面白気候なチャンネル、うん、16日の告知のポスターですか ね、あれね、東大阪のドラえもん店長かなり大きくね映ってましたけどもね、うん、番長は今年のスローは結構豊作だったんやね、ミリオンゴッド系とかビンゴとか、そうですね、まあビンゴもそうですね、あそうですね、面白いですよね、まどまぎ聞くと犬を思い出す、化け物語は、化け物語は去年ですね、パチンコは今年でしたけどね、そうですね、はい、うん、ドリームジャンボのバカーンやね、そろそろ、みんなシール出来上がるらしいですねってことで、まあお店によってはという感じなんですかね、次はキムキムのボーナスを剥ぎ取ろう、あのお風呂で黄昏れてる写真で作ってもらったらいいのにということで、あのってあの面白い会社説明会で、うん、暴露された、屋上でね遠くを見てる写真ありましたけど、あとね、はい、スタッフさんの後ろ姿で僕がニカーって笑ってる写真があったと思うんですけど、スタッフさんの後ろ姿、スタッフさんの女の子の後ろ姿が手前にあって、はいはい、僕が後ろでニカーって笑ってたやつがあったんですけど、ね、はいはいはい、その写真実はテイク2のやつなんですよ、へえ、実はボスになった1個目のカットがあって、うん、その1個目のカットに映ってた人が、はい、うちの妻です、すげえ、実話です、写真でもその写真には写ってない、そうそうそう、ボツになっちゃってんでね、公開した方の写真で写ってるのは別の人、あれまだ別の人、いやーそんな見たいじゃないですか、一方のやつね、どこ行ったんかな、はい、もうないんかな、本社に聞いたらある、いやどうでしょうね、もしかしたら完全に葬られてるかもしれないですけどね、まあでもボツ写真だとのデータも残ってない可能性がありますよね、マジということで、いやそれを聞くとめちゃくちゃ見たいですけどね、もともとスタッフさんでしたからね、あーなるほど、お店のスタッフさん、そうですそうです、なるほど、ということらしいですよ、何ですかあの金村さんのあれ、お若干熱いですけど、世紀末チャレンジ、いやでも右打ちってなりました、小当たりですかね、小当たり、はい、断末マンモード、うん、あでも回転数ナンバーランパックとかしてますよ、はい、回転数上がった、何だこれ、はい、これ4通かってことで、あ、4通、はい、あ、左打ち、左打ちか、でもこれ出玉ないから潜伏じゃないんですか、
潜ってんの？ありえますよね。出玉があったら多分4丁の可能性あるんですけど、はい、前回の北斗までだったら、あの出玉がなかったら多分潜伏だったような気がするんですけど。出玉あった？え、出玉なしでしたね。出玉ある時は多分剣王ボーナスに入るはずなんで。そうですよね。はい、ということは多分潜伏じゃないかなと思いますけどね。お、じゃあ木村さん、これで格変なら防具つけられるぞってね言われてますけど。そうですよね。小当たりもあるでって言われますよね。どうなんですかね。小当たりはナンバーランプに上がらないんじゃないですか。はいですね、ランプ見ろよって言いますが、そうですね。セグは？いや、セグは見てないですけど。ああ、セグは見ないスタイルということで。そうですね。すみません、興奮してましたんで。なるほど。でもナンバーランプは上がりました。はい、上がった。はい。サウザー来たこれ。普通なら絶対外れるだろうっていうサウザーに勝っちゃう。そうですよね。ありえますよね。本当ですか？格変ならありえる。だって潜伏してるから。はい。ここから4通引くのがキムキムたるゆえんってやつ。潜ったまんまね、はい、潜りっぱなしのやつね。え、 4通ダメなんでしたっけ。4通はもう終わりますね。あの確変入ってても4通引いちゃう場合あるんで。なるほどね。どうでしょうかね。潜伏したのはカウンター上がってるんだったらということで、うんうん、上がっ角、まあ、いわゆる突角引いて、え、でもさっきあれですよね、はい、あの4ラウンド引いて、はい、あの視聴者の方許してくれなかったっていうことは、はい、ここで4ラウンド引いてもきっと視聴者の方許してくれないだろうということですよね。まあ図柄ぞろい綺麗な当たり方じゃないとダメっていうことなんじゃないですかね、うんうん、プレミア出せプレミア、はい、なるほどですね。マーシーさんね、うん、今日結構プレミア出してますからね。確変中じゃないですか、うん、はい、もちろん許さないね早いなコメント。なるほどですね、はい、はい、鬼の鳴き声出しますね。そうですね、はい。さあ、ということであと2分で最後の剣道対決ですね、開始する時間になりますね。そうですね、はい、2分までに当てないといけないですね。そうですね、ちょうどね、いい時間ですけども。え、でも確変ならいける、2分あれば。はい、もう木村さんが分かってるから言うまでもない何をね、当てないと許されないか分かってるでしょうって言われますよね。あの、あ、残り20回転、19回転とかあれは抜けないんですかね、潜ってると。あ、あれが無限になるんだっけ。なんか、なったら、あの、蝶がつくと、あの、格変の濃厚ですね。はははは、はい、ですかね。あ、無限大になる、そし潜伏してたらカウンターがーって。あー、なるほどね、うんうん、そろそろ店長顔見せて、ね、やってますね。ドラえもん松浦さんにビンタして、いや、唐突すぎるだろう、ね、もうわけわかんないですね、意味がわかんない、ね、木村には引けないよ、バロン欲しがりだな、バカ潜伏バカって言われますけどね名台詞来てますけどね。いやでもこれで当たれば、はい、かっこいいな、映像がかっこいいっすね、これね、綺麗ですけどもね。ああ、関東ですが木村さんの配信いつも楽しみに見てますって方が、あ、ありがとうございます。嬉しいですね、木村ファンの方がね、いらっしゃいますけどもね。やっぱ存在したんですね。いやー、都市伝説ではなかったと。いや、さっきので心折れそうになってましたんで。そうですね、よかったです、ね、ファンではないがタレを押したみたいな、はい、コメントありました。タレのファンだったっていう、ね、そうですね、はい、はい、っていう方もいらっしゃいますけどもね。さあ、ということで時間が刻々と迫ってきておりますので、ね、間に合わないか。どうでしょうか、あと14ですが、どうでしょうかね。なんとかヒーローラ見せ場作りたいところですけどもね。1000円コメとかね言われてますけどね。当たらないのかな、あと13回転。そうですね、はい、宿命って言われますが、本日打たせていただいているのは剣王、はい、いわゆる最初に出た北斗の剣6の最初に出た、スペックという形になっております。うんうん、80% の方ね。そうですね、木村の身内コメを打つって、ね、言われてますけど ね、 ですかね。でも当たるかは見でも当たるかは見たいということで言われてますので、そうですね、ぜひね、これがどうなるか結果だけは見たいところですけども、はい、まあ、きっと16ラウンドでしょうけどね。本当ですか、はい、いや、もうここでさすがにね、4ラウンド引いたらね、はい、どんだけ読めてないんだということでしょう。どうですかね、はい、しかもあれでしょ、4ラウンドやったら、防具復活しないんでしょ。4ラウンドだと防具復活なしです、はい。あ、でも潜伏で100回転これとかあるあるやでってことで、まあまあそうですね、 ありますね、まあ、まあそうですね、はい、この辺りでカウンター上げる店あるよ。関西ですが木村さん嫌いです。あ、ありがとうございます、はい、みんなの期待が木村にかかるな、なあ木村、ね、そうですね、はい、はい、宿命打ちたけど近所にないよってことで、なかなか、ね、導入されてる店舗かなり少ないんじゃないですかね。あんまりお目にかかれないんじゃないですかね。ですよね、いわゆる剣王が出たすぐ後のタイミングですからね。そうそうそう、なんか販売タイミングがずれてましたからね。ですよね。サミさんをディスれないんで、何度も僕はもうこれ以上は何も言わないです。まあ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 、
あれを入れるとしたら剣王を外すとか、まあ、増大みたいな感じになるかもしれないですけど、なかなかちょっとタイミングとしては難しいかなっていう感じですかね。はい、ですけどね、まあどうでしょうか、ぜひね探して打っていただければと思いますけどね、うんうん、剣道は何時ですかということで、あとあもう1分過ぎましたんで、じゃあこれ木村さんの世紀末モードが確定し、あと5回転だけね、はい、確定した次第、うん、5回転我慢してみましょう、はい、あれこれ割れる、あ、当たんじゃね、これ最悪なパターンだ、これ何、これ通4通っぽいですね、またワンバランプがプカプカしてる、4通で、あの剣王ボーナス入ったんで、4通だ、4通か4角ですが、そうですね、はい、じゃあ4通とやりますが、出玉ありですが、これで逆にあの割れて、はい、もう一回あの断末魔モードだったら多分あの右打ちになるんですよ ね、あのバトルモードに入るはずなんですけど、はい、それで右打ちならんかったら、そうですね、じゃあ大丈夫ですよ、はい、大丈夫、4通きたーってねありますよね、いや、まあ、でも同日これで防具は復活しないんでしょ、はい、あとは核変かどうかっていうところでしょ、そうですね、これでエクストが来たおーという方もいらっしゃいますけどね、なるほどね、はい、あ、抜けなければ抜けなければ、はい、まあ、可能性はまだゼロではないけど、ね、はい、はい、どうですかね、まあ、これが時短なのか核変なのか分かんないですね、そうですね、はい、キムキムエヴァナインだったらよかったのになーってね、言われてますよね、もうこけてるし、北斗増大とか冒険すぎるということで、まあスペック違いですけどもね、若干継続率が高いスペックは宿命という形になってますね、はい、さあということで、これどうしますかね、時間が微妙なんですが、まあ一応これ最後まで見ますか、結果だけ、はい、まあ確認かどうかだけ見て、はい、まああと9回転ですが、右打ちなんでね、すぐ訪れると思うんで、そうですね、ちょうどね、時間もあれなんで、はい、マジにしばかれて終わりっていうのでいいんじゃないですかね、いいしますかね、うん、はい、ということでね、本日は2回目の、剣道配信ということで、クリスマスだけに佐藤の五段に引導をプレゼントする配信という、ね、はい、形でお送りしてるんですけども、残念ながら今のところまだ一つも引導をお渡しできてないと、まあ最後のチャンスありますからね、そうですね、うん、はい、まあ、ラストに分かるわけですけどね、うん、そうですね、さあ終了、継続、いやこれあの継続やったら、はい、防具復活いいですよね、あ終了、あ、いやいや、まだまだ、おお、おプラス20、え、これあるんじゃないですか、まあ、ならんこれまだ分かんないんですか、これまだ分かんないですね、20回転の時短ではありませんでしたってことですよね、そうですね、はい、はい、あ、なるほどですね、これ3回続いたらあれだっけ、確定なんだっけ、そうですよね、あ、ていうかこのまま当たっちゃうんですか、20回転超えたら期待度が 50% 以上、40回転超えると約 90% が確認になると書いてますけど、あ、でもこれバトル入ってるんで、来ましたね、バトル、あー、当たったね、ほら勝った、何らかの当たり確認やったぜ、お、ということは引き戻しか確認だったってことですね、種ありか、今空気読めって言われてますね、あ、確かに、やったぜ、おめでとうございます、まあでも20回転超えてたんで、もしかしたら入ってたんかもしれないですね、なるほど、そうですね、いや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 、まあとりあえずこれで防具はね復活と、お、復活して最後望めると、スタート谷有かーという木村空気読めーってね、やってますけど、うちの嵐ですね、はい、マジで空気読めねえな、はい、ありがとうございます、チェチェとか言ってます、はい、ありがとうございます、当たっちゃったねーって多いんでしょうもなーって、はい、はい、大丈夫です、気持ちいいです、あ、はい、あー往生際悪いなーってことで、はい、あ、最後防具つけて対マンでガチ勝負してって方もいらっしゃる、ね、あ、いいですね、あ、やりましょうか、うん、はい、最後じゃあガチでやりますか、え、今までガチじゃなかった、え、まあね、まああの防具外れてたらあの恐怖心の方が勝ってしまいますんで、ああそうですか、やはりあの手抜いてたというのはありましたね、ああそうですか、はい、8%ありがとう、ああ 8% なんだ、佐藤本気でやったれ、木村帰れ、ああなるほどね、はい、佐藤五段さん、これ防具つけてたら本気でいけますよね、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、大丈夫です、なるほど、じゃあ、一応ねこの辺りで防具全復活ということでいいの、うん、防具がないと本気でいけませんからね、なるほどなるほど、じゃあ最後はねもう思いっきりいい音、聞きたいというね、そうですね、様の、はい、うん、コメントにお答えする形で、うん、防具つけてもらおうか、はい、本気でやらないやつがしたいんださあガチ勝負いこうぜ、死なない程度にお願いします、はい、佐藤さんボコボコにしたって、ね、はい、佐藤五段の本気が見たいってね、やってますよね、言っときますけど、はい、あの防具つけても痛いですか、ね、あ、まあ、でも防具つけないよりは痛いよね、痛くないよね、まあまあまあそうですけど、あ、じゃあつけて本気でということで、はい、了解です、はい、お願いします、はい、理解できたね今、はい、うん、
その種を萌え萌えにあげればよかった。そうですね、月ありですあれ来ました、私もやって見てなかったやり直し、はい、佐藤さんやっちゃってください月ありですよね、月&固定行こうってね、やってましたね防具復活の代わりに市内募集して丸腰じゃないですか言われてますけど、はい、喉ドーンやっと見れるのか、月でね、はい、月で喉をドーンってやるところ見たいないやダメダメ、喋らないですかそれ見たいな、リクエストが怖い、リクエストが楽しみですね、2015年、いや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 、どうですかね、いや来年の記録にしないですよ配信恐ろしいですけどね見たいな、一回疲れたら配信終わるじゃないですか、キムキムの作戦読めた、家で解放プレイに興じる気やなと言われてますけどね、トキみたいな言われてますが、さあどうでしょうか、じゃあねスタンバイお願いします、はい、過ぎましたので、さあじゃあ全部つけましょうか、はい、じゃあ全部つけてやってやりますよ、はい、じゃあ佐藤五段さんつけてもらっていいですかはい、ということでね、はい、こっちにしようかな、これでいこうかな、まあ、視聴者の皆さんもね、はい、私を本気にするとは、はい、なかなかの猛者たちですね、私を本気にするとはなかなかの猛者、はい、ああそうですか、なんか言ってますね。ねえ、なんか言ってますけどね。ですか、はい、意味分かりました、僕の言うてる意味は伝わりました。まあなんかね、負け犬のセリフだろうなっていうのはなんとなく分かります。ああ言っちゃった。はい。ああ言っちゃった、どうぞ。木村の2015年を迎えられるのかね。木村対五段、まあ指導お願いします。わかんねえって言いましたね。木村の完全防備はチャンスダウンって言われますね。そうです、間違いないですね。時間的に最後で。チャンスダウン。五段さん。五段さんならうまく突きしてくれるよーってですね。はい、いやいやいや、ほんまね、はい、いや倒していいですか、倒していいですよ、倒していいですか、はい、もちろん、これ僕はもういいですよね、マシーさんこっち来ていただいて、はい、お疲れ様でしたということでね、はい、ここのカメラありますんで、はい、はい、ね、今日は台で非常に見せていただいて、はい、素晴らしいね配信を、していただきました、マシーさんの、はい、どうもお疲れ様でした、ありがとうございます、お疲れ様です、ね、喉をドーンって楽しいな恐ろしいリクエストがモグロみたいなことですよね、そうですね、ドーンですからね、マラウセールスマンの、はい、いやいやいや、楽しいな、はい、さあどうでしょうかね、キコーナー大打ちオッケー、喉をドーン、マイク外して本気のガチがみたいな、で、ね、キムキム負けたらマイマイの APT 追加ね、いろいろ言われてますけどね、はい、さあじゃあこれはね、もうガチ勝負ということで、真剣勝負ですんで、はい、いやもう、いきますよ、はい、木村さん、いけますか、はい、大丈夫ですかね、佐藤さんもね、これ最後の、剣道対決5本目、はい、ですかね、真剣勝負ということで、よし、はい、今年最後の痛いやつね痛いやつ、もう痛いやつ確定 してますけどね、いやー、見事ね、素振り披露してますけども、さあ、よろしいでしょうか、よし、はい、それではちょっとつくの想定したら、ちょっとそっち行ったら多分危ないんで、月あり月のことを考えてますけど、そうですね、あかんでしょ、カウンターの中に吹っ飛ぶぐらい行くと、あかんあかんあかん、カウンターの中に吹っ飛ぶカウンターまで結構距離あるよいや、めっちゃ喜んでますけどね、それも店長が、見たいなさあ、じゃあ、剣道対決5本目、カウンターまで吹っ飛ぶの見たいな、始め、いけいけ、五段、いやこの緊迫した空気、いやいいですよ、ガチですね、これね、ガチでやってますね、はい、これガチですね、いやこれパチンコ番組とは全く思えない絵面、本当に魂の叫びですね、そうですね、おっと攻め込むぞ、木村さん、いつになく声、今なんか来た、いやいやいや、月が月を狙ってるわけですね、月狙ってますね、視聴者の要望に応えていくスタイルですね、これね、佐藤さんね、いや、木村さんがちょっとこう、あれですね、ちょっとやりにくい、そうですね、手負いの獣みたいな暴れ方してますけども、いやさあ、木村さんも動きいいんじゃない、これ、いや、だいぶいいですよ、ですよね、はい , 笑い出しましたねあ、ちょっと待って、精神が崩壊してますね、これ、恐怖のあまり笑い出しました恐怖で精神が崩壊してますね、はい、あさあ佐藤さんもやりにくそう、さあどうする、もうああきれいに決まった今の何ですか固定、いや
どうです。どういい音。いや、ね、いやバチコーンって入りましたね。多分今のは、はい、むっちゃ痛いですむっちゃ痛い今のはちょっと思いっきり振ったんでですよね。多分綺麗になんか綺麗素晴らしい奇跡が見えましたけどもね、剣のね。多分今のはガチで痛いです。オッケー。木村さんどうでしたか。ああ取れたと思った銅がね。何が銅が取れたかと思ったと。銅が取れたと思った。取れたと思った。足と首だけになるみたいな。なるほどなるほど。あやべ。ということで Q のリアクション取りたかったのになんか始まった。そうですね。この空気の読めなさがねいい感じですけど、ね、あごめんもうリアクションいいや。もうそうですね。はい、余韻をかき消していくスタイルということでね、うん、はいはい、了解です。はい、始まってしまいましたけども、じゃあはい、エンディングですか。はい、エンディング行きましょう。はい、じゃあもうこのまま行っちゃいますか。 RTC 入ってますけど。そうですね、はい、ちょっと北斗がやかましいですけど、はい、じゃあ店長も向こう入っていただいて。はい、はい、大げさだよ、松浦試してみてってよし、松浦行ってみよう。行かないよね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、本日は、北斗の拳6剣王を打ちながら、佐藤の五段に引導をプレゼントする配信ということで、ガチ、五段、佐藤の五段さんに、剣道で、2対1で挑むというね企画だったんですけども、マーシーさん今日台でかなり見せたんじゃないですか。そうですね、はい、台の方ではかなり活躍できたかなと。プレミアも出て、縦カットインと、ね、はい、あとはなんだっけ、なんとか星人。そうですね、なんとか星人。なんとか星人ね、はい、出て何連まで伸びたんでしたっけ。出玉ありが7ですか、ね、7連、はい、ね、という形で残念ながら10連までは届かなかったんですけども、 それでもかなりね、あの連チャン見せることができたと、はい、ね、いう感じで素晴らしい感じでしたけども、はい、佐藤さん面取ります。そうですね、はい、で木村さんはね残念ながら、佐藤の五段さんに引導を渡すことが残念ながらできなかったんですが、はい、はい、どうでしたか最後ね。ガチ勝負は結構いい勝負にも見えたんですが、いや前はね、はい、前回一本取ったんですかね、はい、一回当てたんですよ。はい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 、はい、で今回、まあ、オープニングからずっと同じ格好と、はい、まあ、ちょっと戦績下がってるんですよね。そうですね、はい、ということでやっぱマーシーかなっていうのはえマーシーのせい。いや、どういうことやそれ。あの前回はタイマンで一撃与えたんですよ、うん、でも今回2人で無理やったってことはマーシーかなっていうのはだからまあ次回対決までに、はい、マーシー鍛えますので。マーシーが鍛えるわけないぞマーシーを鍛えます。マーシーのせいで負けたと、はい、僕の伸びしろがもうほぼないんでね、うん、はい、マーシー鍛えますので。はは、とか言われてますけど、はい、本当に伸びしろないわ。あとはふんどし用意することぐらいですもんね。そうですね、やれることは、はい、そうですね、うん、はい、佐藤さんどうでしたか剣道対決2回目の。そうですね、はい、前回に比べて、はい、だいぶ攻め方が、はいはい、特に最後はもうだいぶやりにくかったです。やりにくかったね、はい、やりにくそうでしたけどもね、はい、まあでも見事にめちゃくちゃ綺麗な銅で最後締めていただいたということで、そうですね、最後の銅で木村さん大丈夫でしたか。あ、大丈夫ですよ、はい、ついてるでしょ。ついてます。取れてない、はい、取れてない、取れてないってことね。ああ五段さんかっこよかったってねやってますけどね。最後のタイマーで見直したのに今のコメントで台無しってことでね、木村さんのね評価はまあ激下がりしてますけど、ね、はい、ありがとうございます本当にね。はい、五段さんかっこよかった、佐藤さん本音出ねえんでとかね言われてますけどね。ありがとうございます。はい、まあ、足が足を引っ張ったって言いたいわけねとかね言われてますけどね、はい、歯は取れたけどねってことで頬は取れてないってことで、ね、僕らよりうまく言うやめてもらっていいですか。そうですね、はい、はい、なってますね。ありがとうございました。ということで店長総評の方は、まあみんなよく頑張ってたよね。はい、ということでね、まったりコメントどうもありがとうございます。コメントがバニラですね。そうですね、まったり感じありがとうございます。はい、ということで、先ほども言いましたように年内の配信は今日で最後という形ですかね、はい、12月の31日の水曜日は残念ながら、放送はお休みさせていただくという形ですかね、うん、松浦さんがやりたくないって言ってるんで仕方ないです。いや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 、ちょ俺は全然やってもいいですよ。あ、じゃあやったらいい。やればいい。あ、はい、ということでね、お休みという形になりましたんでね、大変申し訳ないですけども、また次回は何月だ、
松浦の成果ってね違うって言ってる、ね、何日？6日？7日？6日？7日？ 7日です。7日の水曜日そこら辺の、24時、お送りしますのでぜひね、1月の7日になりましたら、またこちらの放送遊びに来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、ということで今週はこんな感じでよろしいですかね。はい、そうですね。はい、ということで、第2回目となる剣道配信お送りさせていただきましたけどもいかがだったでしょうか。また来年お会いしましょう。良いお年を。メリークリスマス。ありがとうございました。さよなら。メリークリスマス。メリークリスマス。良いお年を。はい、ということでね、キコナチャンネル水曜鶴見&東大阪で、おお、こっちだ、自由すぎる配信は、年内今回で最後という、ね、形になりました。申し訳ございません。ね、12月31日はどうなんですかね。お店の方もね、まあ、ちょっとねお忙しいということで、私どもはね、まあ、やるんであれば別にやってもいいよというふうには思ってたんですけども、キコナさん的にね12月31日ぐらいはというね話だったので、残念ながら年内の放送今日で最後という形になりましたので、またね、次回の、自由すぎる配信は、1月の7日お送りしますので、ぜひ、年明け最初の自由すぎる配信をぜひご期待いただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ来週遠隔論破放送しようぜ。あ、それはちょっとね、そろそろやりたいですけどね、確かにね。インデック雑談配信しよう。年越し遠隔論破放送それ悲しくない？それ悲しくない？年越し遠隔論破放送。年春じゃねえよ、純ちゃんが。純ちゃん、ああ、佐藤さんですかね。年春広島帰らんの？年末は広島帰る予定ないですね。年末に今年の総評を配信して。
年内のテスト配信しないの、いやーちょっと分かんないですけどね、いろいろバタバタしててテスト配信もしたいんですけどもね、今のところまだ予定が組めてないという感じですかね、なってます。松浦真剣白羽取り見してできないよ、そエンデックで配信してよ、好きで見てるんだからやるなら見るよ、 ありがとうございます、嬉しいですね。内地にみたいなのやらないの、内地にはね今のところまだ予定ないですね、関西に関しては今関東やってますけどね、まあ、関西はねメンバーが少ないんですよね、内地に専業でできるようなメンバーがいないんで、なかなか関東みたいにバンバン内地にやるっていうのは難しいかもしれないですね。はい、こんな感じです。定例関西、定例関西って何、あ、千葉さん、あの焼き鳥さんがやってるようなやつ、火曜定例放送みたいなやつを関西版やるってこと、見るそれ、ゆるい配信、おお、ゆるい配信ってどんな配信だ、ちょっとわかんないですけどね、まあ、なんかいろいろねご要望にはねお答えしていきたいなと思うんですけども、どうでしょうかね。柔道はねやりたいんですけど床がこれで無理だっていう結論になりました、ね、床これだと柔道無理だろうって話になりました。畳があればねできるんですけどね、柔道は危ないでしょう、いやそうそうそう、死ぬからね普通に頭打ったらね、はい、ということで申し訳ないですけどもご容赦いただければと思います。確かに受け身取っても、ね、絶対に受け身取っても痛いというか、受け身取っても死ぬレベルですかねこの硬さだとね定例やってくれたら見るよ、あーね、定例放送ってニーズあんのかな、どうなんですかね、毎年のように受け身取れずに亡くなってる人がいるのね、ああそうなんだ、松浦さんは髪の毛下ろすより上げた方がかっこいい、ありがとうございます、松浦さんの柔道着みたい、もう柔道着もねもうないんだよね、俺実家帰ってももうあげちゃったんで、後輩にあげちゃったんで、有段者なら技かけても怪我しないようにできるでしょうということで、これ投げた時にこう最後にね叩きつけるんじゃなくて、こう投げて相手がこう地面に叩きつけられる瞬間にクッて引くっていうねテクニックはあるんですよ、あるんですけど、多分だとしてもこの床だったら怪我すると思います。松浦の実践配信、はい、あ、じゃあ実践配信させてくれるホールさん紹介してください。やっぱ黒帯なの、黒帯です、打たなくてもいいからエンデックで放送してほしいな、あ、雑談配信ってことですかね、打ちたくなっちゃう TV とか定例で宣伝したらいいのにってことで、あ、じゃあここで宣伝していいですかここで宣伝したらまずいか、金曜日ね被ってるからねダメですかね、はい、そんな感じで、あ、ちょっと待ってね、はい、ということでね、じゃあそろそろ終了したいと思いますのでね、また、水曜日の配信は、なんだっけ1月7日、はい、どう忘れちゃった、やりますのでぜひ、ね、遊びに来ていただければと思いますので、皆さん良いお年を、お過ごしいただければと思います。松浦さんまだ年内 MC あるよねということで、木曜日ね森口行く予定です、明日で、金曜日は、酒パワーの方で MC させてもらいます、で土曜日が何日、まだ全然いける、ね、あのすいません、土曜日はあれですよ、松浦さん多方人なんで、おお、そうだ、私と JP さんで行きます、そうだ、キコナチャンネルは土曜日、前々松浦さん、あと火曜日じゃないですか、最後大東、あ、30日の火曜日、はい、はい、30日の火曜日の大東が最後の MC になりますんで、はい、はい、なりますんでね、ぜひ、またね松浦ファンという方がいらっしゃるのかどうかわかんないですけど、もしいらっしゃるのであればね30日最後になりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは
はい、土曜日松浦さんじゃないのってことで、土曜日はねマイマイと JP さんが行きますんで、私ねちょっとね、某京都の方にね、行きたいと思いますあ、これコメントバレてますよねはい、よろしくお願いいたしますネギ玉くんとね浮気してくるんでね、はい、そうなんですよ、はいはい、なってますんで、はい、ぜひね、どちらの、ね、放送もね、まあ、キコーナさんの放送も、サケパーの放送もね、両方ともご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、そういうことで、あ、明日何時頃来るんですかって人いるんですけど、 お店来ていただけるんですか、森口、はい、じゃあ10時半ぐらいに行けますかね、はい、行きますんで、明日は別に予定なかったよね、それ前に多分、やる企画によってちょっと早く行かないといけないかもしれないんで、はい、10時半までには絶対行きたいなと思ってます、はい、10時半までには入るというふうに、はい、この赤い女が言ってますんで多分それぐらいにはいらっしゃると思いますんで、お、行けたら行くわって言われてます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、松浦見つけて合言葉うるさいよって言っていただければ、このリストバンドとドリンクねご馳走させていただきますんで、ぜひその代わり、まあ、証拠写真撮らせてください、それでツイッターでこう上げると、それで、あ、じゃあ俺も行こうかなっていう方が増えますので、ね、ぜひお願いいたします。はい、ということで、会社説明会も、次回7日です、申し訳ないです、あ、7日かもしれない、すみません、まだ決まってないんですよ本当に、ということで閉店前の松浦顔怖い、申し訳ないですね、怖いんですけど、ぜひ声かけてください、よろしくお願いします。はい、ということでね、今週はこんな感じでお送りさせていただきました。近寄りづらいとか言わずに声かけてください、お願いします。また来年お会いしましょう、ありがとうございました、さよなら、良いお年を、さよなら。